会議の方は始めさせていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから第11回、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、住民の健康管理の在り方に関する専門家会議を開催いたします。まず止血チョークでございますけれども、本日は明石委員、新井委員、清水委員事前のご欠席の、ご連絡をいただいております。また万院におかれましては、先ほど急遽、出席できなくなった旨の連絡が入っておりますので、お伝えさせていただきます。次に、議事開始に先立ち、本会議傍聴者の皆様へ留意事項を申し上げます。円滑に議事を進行させるため、事務局の指示に、従ってくださいますようお願いいたします。傍聴中は静粛旨とし、発言白紙などの賛否の表明やこれらに類することによるより議事の進行を妨げる行為はご遠慮ください。またご質問やご意見がある方はお配りしております用紙にお書きいただき、事務局に提出してくださるようお願い申し上げます。また携帯電話等は音が出ないようにしてください。その他事前にお配りした内容につきましてご注意いただきたいと思います。これらをお守りいただけない場合には退場していただくこともありますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。それでは福山政務官より開会の挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。今月4日に環境大臣政務官を拝命いたしました福山守でございます。私は中間貯蔵施設の整備、除染の着実な実施、放射性汚染廃棄物の処理、そして放射線健康影響を踏まえた住民の健康管理などを担当しております。一日も早く実現をするためにしっかりと取り組んでいく所存でございます。この専門会議はこれまで10回にわたって開催され、線量把握評価について重点的にご議論をいただくとともに、健康影響などに関する検討を重ねていただいてきたと伺っております。永田座長をはじめ委員の先生方へまず厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。また本日ご議論いただく健康不安対策と健康管理の在り方は非常に重要なテーマと認識しております。委員の先生方におかれましては、専門的科学的な見地からご議論いただきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いを申し上げまして、私のご挨拶にさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。福山政務官が公務の都合上これにて退席をさせていただきます。続きまして本日お配りした資料について確認をいたします。手元に資料をお配りしておりますけれども、資料1につきましては環境省における健康不安関連施策の概要、資料2といたしまして原発事故による放射線の健康影響及びそれを踏まえた住民の健康管理の在り方に係る論点整理等案、それから本日ヒアリングでお越しいただいている川上先生提出資料、こちらの方資料としてお配りさせていただいております。また参考資料として本会議のですね開催要項、こちらの方をお配りしております。資料が揃っていますことをご確認いただきまして、過不足などございましたら事務局までお申し出いただきたいと思います。それではこれより議事に入ります。以後の進行につきましては座長にお願いいたします。よろしくお願いします。本日はもう10回をしまい11回の委員会になりました。もう毎回のご出席いただきまして本当にありがとうございます。で、本日は全般で健康不安対策について議論する。で、後半では健康管理に関する議論を行うことになっています。本日も専門の方々をお呼びしておりますので、後ほどお話を伺いたいと思います。まずの資料1について事務局からご説明ください。
ではお手元に資料1をご用意ください。環境省における健康不安関連施策の概要となってございます。現在政府が実施しておりますリスクコミュニケーション事業につきましては、復興庁が中心となり、環境省も支援して、機関に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージとして取りまとめられております。これを踏まえまして、環境省ではこの資料1にお示ししております4つの分野ごとに事業を実施しております。まず丸1として統一的な基礎資料の作成、丸2としてリスクコミュニケーションに携わる人材の育成、そして丸3として住民の方々の理解をサポートする事業、そして丸4として基幹を支える相談員の支援拠点の整備となっておりまして、これらに加えて個人線量の把握を通じたリスクコミュニケーションや健康不安に関する委託研究事業も実施しております。以降の資料でそれぞれの施策について具体的にご説明いたします。2ページをご覧ください。まず1つ目の統一的な基礎資料についてです。住民の方々の健康不安や悩み相談に対応できる人材を育成するにあたっては、対象者や用途に合った研修用教材が必要となるため、それらの教材の元となる資料と位置づけて作成しております。具体的には左側にお示ししております6つのテーマで承諾した包括的な資料となっております。この資料は当初平成24年度委託事業として放射線医学総合研究所が作成してくださったものですが、関係省庁等の協力も得まして1年に1回改定しております。資料は環境省ホームページ上でも公開しておりまして、このような冊子としても活用をしているところでございます。3ページをご覧ください。2つ目の分野であります人材の育成についてです。環境省ではさまざまな研修事業を実施しております。その対象は現場でリスクコミュニケーションを担当いただく保健医療福祉関係者、教育関係者および自治体職員等の方々になります。まず福島県におきましては講義形式の基礎研修、3ページの左側の部分です。これとロールプレイ等の実践的な演習を加えた応用研修、3ページの右側のところです。これを実施しております。事業の開催実績、口頭でご紹介させていただきますが、基礎研修は1回あたり100名程度を対象として24年度に3回、25年度に3回、そして26年度は4回実施しております。また応用研修は1回あたり20名程度を対象としておりまして、24年度に9回、25年度に12回実施しております。26年度は14回程度実施予定です。4ページをご覧ください。福島県近隣県におきましても1回20名程度を対象とした研修を福島県内での応用研修と同様に開催しております。24年度に18回、25年度に12回実施しており、26年度は12回程度実施予定となっております。5ページをご覧ください。この他の人材育成策として福島県および近隣県を対象とした高知研修を実施しております。この研修会では現場のリスクコミュニケーション担当者に対して指導的な立場で情報提供や助言を行えるような人材をコーチと称しまして、このコーチの育成を目的としております。そのために必要な放射線やコミュニケーションに関するより高度な知識の習得を目指す内容となっております。24年度、25年度とも3回実施しており、26年度も3回程度実施予定です。さらに同じページの右側ですが、コーチ研修を修了された方々に対するフォローアップ研修や活動支援も実施しております。丸1のフォローアップ研修は25年度に2回実施し、26年度は1回実施予定です。丸2のコーチの活動支援につきましては、コーチが研修会などを開催する際の経費や会場設営等の支援を行うものですが、25年度に1回実施し、26年度は3回程度実施予定となっております。続いて6ページをご覧ください。3つ目の分野であります住民の理解増進といたしましては、まず福島県内外において住民セミナーを開催しています。1回あたり50名程度を対象とし、24年度に4回、25年度に8回実施しております。26年度は15回程度実施予定です。このほか、いわゆる車座集会ということで住民参加型プログラムに基づく意見交換会を実施しております。この6ページの右側になります。これは10名程度の住民の方々に4回程度集まっていただきまして、ファシリテーターの議事進行の下で意見交換を進めていくものですが、住民同士の悩み事や不安、疑問などを話し合い共有することから始まり、その軽減改善策を検討し、実践方法を考え、
学んだ知識を今後の生活にどのように生かしていただくのかということをまとめていただくという流れになっております。24年度に3カ所、25年度に5カ所実施しておりまして、26年度も5カ所程度で実施予定となっております。続いて7ページをご覧いただけますでしょうか。福島県立医科大学で実施していただいているものがございます。行政職員研修、帰還困難区域等の住民の個別健康相談会、よろず健康相談会と称されておりますが、またグループセミナー、甲状腺検査説明会などがあり、環境省はこうした取り組みを支援しております。1つ目の行政職員研修は25年度に52回、延べ236名を対象に実施し、26年度は60回程度実施予定です。2つ目のよろず健康相談会は24年度に83回、25年度158回を実施しておりまして、26年度は150回程度実施予定となっております。3番目のグループセミナーは今年度から開始したもので、今年度5回程度実施予定です。4番目の甲状腺検査説明会は24年度に8回、25年度に88回実施しておりまして、26年度も50回程度実施予定となっております。続きまして8ページをご覧いただけますでしょうか。4つ目の分野といたしまして、相談員支援の拠点の整備というものがございます。まずこの相談員についてですが、昨年12月20日に閣議決定されました原子力災害からの福島復興の加速に向けてにおいて、帰還する方々の被爆低減に向けた努力等を身近で支える相談員制度の創設というものが明記されたことに端を発するものです。この相談員は帰還する住民の方々の放射線に対する不安の解消を身近で支えるということが期待されておりますが、このような活動を行っていただくためには、科学的技術的な面からの組織的で継続的な支援が不可欠ということで、今年度からいわき市にその拠点を整備いたしました。現時点では市町村が相談員の人選等を行っておりますので、今後相談員の活動実態に合わせて本格的な運用に入るという段階となっております。ここまでリスクコミュニケーションの4分野の事業についてご説明してまいりましたが、その他環境省では個人線量に基づく放射線健康不安対策事業を実施しております。それが9ページ10ページにございます。これは個人線量を測定して、その結果を活用しリスクコミュニケーションを図ろうというものになっております。このようなリスクコミュニケーションを図ろうとしますと、まずは個人線量計等の測定や評価の方法について一定のガイドラインを整備する必要があるということで、今年度から10ページにお示ししておりますような事業を実施しているという状況でございます。以上が資料1のご説明ですが、環境省ではこのほか健康不安に関する委託研究事業を公募する形で実施しております。それらの研究のうち、健康不安の実態把握を行っておられる研究について、後ほど研究代表者の東京大学の川上教授からご説明をいただくこととなっております。またもう一方、大久保先生にはこの川上先生の研究班で開発に取り組んでいただいております住民支援プログラムに直接的にご協力をいただいておりまして、地元の保健師から見た健康不安対策についてお話をいただく予定です。事務局からは以上です。どうもありがとうございました。の丁寧なご説明、これはのご質問は、まあ一つか二つご質問を受ける時間はあると思いますが、何かございますか。では、最初にもうご講演を伺って、その後で一緒に伺うということにしたいと思います。本日は川上憲人先生、それから大久保敦子先生にお越しいただきまして、本当にどうもありがとうございます。最初に、その健康不安対策を今後どのように取り組んでいくかということにつきまして、考えていきたいと思いますが、川上先生、福島における健康不安の実態把握という立場からお話をよろしくお願いいたします。社長、ありがとうございます。東京大学の川上です。今日はヒアリングに呼んでいただいて大変光栄に存じますし、専門会議の先生方のご議論に多少でも私どもの研究成果が届くことは大変嬉しく思っています。また私どもの、私自身やっております研究の結果だけではなくて、今日は一緒にいろいろ徳島市でですね、プログラムを進めている大久保さんにもお聞きいただいてますので、おそらく良いお話をさせていけるのではないかと私自身が期待をしています。はい、今ですね、資料の方事務局に準備いたし
開始いただきましたので、そちらの方に従って、まず私どもの方が環境省の研究費で行ってます福島県における放射線健康不安に関連する研究の概要を、途中経過ではありますけれども、ご紹介をしておきたいというふうに思います。1ページはタイトルと、それから2ページ目は2ページ目ですね、1ページ目はタイトルと、それから研究組織が書いてありますので、これはご覧いただければ結構かと思いますが、福島県立科学と連携をしながら国内国外の研究者で研究を進めてきています。2ページ目の方にご覧いただきまして、研究の背景でございますが、これまでの原発事故の後、あるいは原爆被爆者の方についてよってですね、おいて放射線の爆炎の不安が、長期にわたって住民の方の軽度の抑うつ不安と身体的な不調に関連しているという研究はいくつかございまして、私どもはこの点に関心を持って、あるいは懸念を持って研究を進めているところであります。福島第一原発後の福島事件、住民の精神健康への研究におきましても、避難住民および一般住民の方も大変放射線の健康不安を持っていらっしゃるということでですね、同じようなことが起きて、福島県 の一般住民の方たちの抑うつ不安や、不調が非常に長期にわたって続くことを防ぎたいというのが私どもの研究の、一番の大きな動機でございます。下の方に2011年10月時点で の放射線レベルを文科省のホームページからいただいてお示ししておりますけれども、浜通り中通りとも避難区域以外の地域でも多少、放射線レベルが増加した時期がございまして、こうしたことが福島県の住民の方にどのような影響を与えているかというのが関心事でございます。3ページの方に上の方に研究の目的書いてございますが、今日は特に避難区域の方ではなくて、福島県の一般住民の方の放射線の健康影響に関する不安についてお話をしたいと思いますし、ここでちょっと私どもの考え方を申し上げますと、一般住民の方の放射線の健康影響に関する過度の不安、ここでは放射線ストレスというふうに私ども呼んでますが、過度の不安のために、本来ならできる生活ができなかったり、あるいは本来なら楽しめることが楽しめなかったりということを、どうやって実態把握するか、また改善するかということを基本に置いてございます。またその今申し上げたように、この改善のためのプログラムを作って評価をすることが目的の2になってございます。まず目的の1の実態調査の結果を簡単にご説明したいと思いますが、3ページ目の下半分には調査のやり方が書いてございます。簡単に申しますと、福島県の一般住民の方と、それから関東地方の一般住民の方を調査をいたしまして、この2つの群を比べることで、福島県の一般住民の方にどういう問題が起きているかということを明らかにしようというデザインでございます。進めさせていただいて、4ページ目 の上に調査にご回答いただいた方たちの簡単な基本属性を書いてありますが、福島県では、約、450人ぐらい、回答率が 45% ぐらい、関東地方の方は650人ぐらいで 40% ぐらいの回収率で回答をいただいています。調査項目につきましては、まず、4ページの下ですが、一番最初に心身の健康度をさまざまな側面から測定をしています。心理的ストレスや PTSD 症状や抑うつや、そして身体症状などを伺っています。それから放射線ストレスについては、次のスライドでご説明するように9項目からなる尺度を新しく作っておりますので、これは次でご説明いたします。それから震災後の意、やはり放射線のことを気にしたり、さまざまな理由でちょっと活動が低下するってことが報告されておりますので、そういうものを測る震災後の活動変化という尺度も新しく作っています。その他基本属性、ここにあるものを聞いてございます。5ページ目に参りまして、今回研究で比較的大事なポイントになります放射線ストレス尺度の開発ですが、こちらの方は福島県立医大の県民健康管理調査にかなりご協力いただきまして、こちらの方の調査を行っています。ここの健康度、生活習慣に関する調査にの欄外にですね、たくさんの避難区域住民の方から思いが綴られた自由記述が上がってきています。これはものすごい数に及びますが、これをですね、私どものスタッフが拝見いたしまして、その自由記述から問題点を分類するという作業をいたしました。また県民健康管理センターでは調査相談事業を職員が行っていらっしゃいますので、この方に避難住民の方で、抑うつが高い方に電話したときにどんなお話が出てきたな、などのお話を聞いて、調査項目を候補をですね、たくさん収集します。その他
文献に示していますような先行研究からもさまざまな項目を選びまして7側面、この丸1から丸5までのですね、ものを、項目としまして新しい尺度を作りました。5ページ目の下にはその9項目版をお示しています。1番から6番までは主に放射線のために健康影響があるのではないかというご心配、7から8、9は、放射線との関連して人間関係や、差別やといったそういうものが起きたという側面を測る、大きく分けると2つの側面からできている調査表になっております。合計の得点を出して放射線ストレスの程度を測るという仕組みです。6ページ目の上半分には今申し上げました9項目の回答がどのようになっているかということを福島県一般住民の方の分をお示しています。これはちょっと今日本題ではありませんのでまたご覧いただいてご質問があればいただくと思います。それから震災後の活動の変化については6ページ目の下の方にあるような調査項目について、震災後に増えたか減ったのかということを伺って震災後の活動の変化を図るようにしています。ちょっと駆け足でございますが7ページから結果をご説明をしたいと思います。福島県と関東地方を大きく分けて比較しましたところ、心理的ストレス PTSD 症状抑うつ身体症状とも福島県の住民の方の方が高くなっておりまして、関東地方と比べていわゆる統計学的に有意な差があるということであります。7ページ目の下の方にはもう少し細かく福島県を浜通り中通り会津に分けまして関東地方も北と南に分けまして比較を行っておりますが、これも基本的には浜通り中通りで特にこうした心身の不調の得点が高く、つまり調子が悪く北関東南関東の方が低いというこういう結果に一貫してなってございます。8ページ目の方に進ませていただいて福島県と関東地方で放射線ストレスの尺度の得点を比較したものをお示ししておりますが、まず青と赤で福島県と関東地方を大作りにして聞こえた場合では福島県の方の方が放射線ストレスが高く、また細かい場所に分けました場合には浜通り中通りの方で高い傾向が認められております。それから8ページの下には震災後の活動の変化を比較したものですが、これも福島県と関東地方では福島県の方の方が震災後に活動が減少しており、この傾向は浜通り中通りの方に顕著だという結果になってございます。9ページの上まで参りますが、今ご覧いただきましたように福島県と関東地方では心身の不調青色 の部分に大きな差が大きな、大きな中程度の差があることが分かりました。でこれらを説明する要因について少し詳しい分析をしました。ここでは結果を図だけで示しておりますが、福島県と関東地方における心身の不調の差は3つの要因、震災による被害、放射線ストレス、震災後の活動の変化のこの3つでほぼ説明されてしまいまして、これらを除くと福島県と関東地方の方に間に心身の不調に差はなくなってしまうということが分かりました。今日の発表では時間の関係で福島県の仮設住宅にお住まいの方たちの調査結果については触れておりませんが、ほぼ福島県の住民の方と同じような数値となっておりました。9ページから2番目のことについてご紹介を進めさせてください。放射線健康不安あるいは放射線ストレスの改善に関するプログラムの開発でありますが、私どもの研究グループでは3つのプログラムを開発していますが、今日は1番と2番について、ご紹介をしたいと思います。片括弧1は情報提供と話し合いというものでありまして、片括弧2は行動活性化健康教室プログラムというものでございます。次のページ10ページの上を見ていただきますと、情報提供と話し合いプログラムの簡単な概要が書いてございます。まだちょっと研究が進行中で今日は1枚で概要だけお話ししたいと思いますが、講演を45分した後
集まっていただいた住民の方に小グループに分かれていただいて話し合いを45分するということで、講義を短くしてグループでの話し合いを増やすというのがこのプログラムのポイントでございます。このプログラムは、福島県でこれまで行われている良好実践事例、例えば臨床心理士の成井先生が行われているような母子のプログラムの話し合いでありますとか、あるいは先ほど、事務局からもご紹介があったような車田支部会のようなものとも非常によく似ていると思いますし、ここで使う情報提供には福島県立医科大学の出前講座で使われているような資料を使っておりますが、こうした話し合いの時間を多くしたプログラムも実行することで、放射線ストレスの軽減ができるのではないかというふうに考えておりまして、9月30日からですね、福島市の保健師の方々にファシリテーター研修を行いまして、少し大体規模に実際のモデル事業を行う予定になってございます。それから10ページの下の方は行動活性化プログラムについて簡単に書いてございますが、こちらの方は福島市のおそらく放射線に一番ご心配だと思う就学前の子どもを持つお母さんたちに昨年度は参加していただきまして、少数でありますけれども事前に事後に調査をして間にこのプログラムを実施をしてどのぐらい改善したかということを確認しました。今年度は無作為化比較試験をやっておりますので、もうすぐ結果が出るかとは思います。11ページの方に行動活性化プログラムの簡単なパンフレットを示しておりますが、体と気持ちと行動がそれぞれ関係いたします。で、気持ちが落ち込んでいると行動も内側になって余計気持ちも落ち込むという悪循環が発生しますので、むしろ行動を変える、つまり少し気持ちは落ち込んでいるかもしれないけどもやると楽しいことを探してくださいということを健康教室で受講者の方たちにご説明をして、自分たちがやりたい本来の自分ならこうした方こういうふうにすべきだ するんじゃないかという行動を増やしていただくという、そういう原理のプログラムでありまして、1週間を置いて2回の健康教室を実施していまして、11ページの下にありますように7年のお母さんでは心理的ストレスがかなり、中等度にですね、減少したという、良い結果を得ています。あまり放射線健康不安は、減少してないのですけども、抑うつ不安は、低下することが分かりましたので、こういうプログラムが効果的ではないかと思っています。12ページの方上の方にはプログラムについてのアンケート結果がございますが、これは単に大変好評で後で不安データも届くぐらい非常に良いプログラムだったということをお示ししたいだけでございます。要約にさせていただきます。12ページの下ですが、まず福島県一般住民の方の心身の健康ですが、心身の不調、放射線ストレスなどにがですね高くなっておりました。特に浜通り中通り顕著でございました。特にこうした一般住民の福島県の一般住民における心身の不調の増加は、放射線ストレスなどによってですね説明されるのではないかということを考えております。13ページの要約2の方でございますが、福島県住民の心身の不調に対応についてまだ研究途上ではございますが、情報提供と話し合い、あるいは、話し合いのプログラムが放射線ストレスを緩和するのではないかと期待しています。また行動活性化プログラムは、住民の心身の不調を改善することが期待できるかと考えておりまして、これらのプログラムは教育研修を受ければ保健師などのスタッフや NPO のスタッフでも利用できますので、応用可能性が高いと考えています。13ページの下には、多少僭越ながら行政施策への提案について2つだけ書かせていただきましたが、福島県の避難民住民及びに以外のですね、一般住民においても放射線ストレスと関連した軽度の心身の不調が増加していることに着目した対応が必要ではないかというふうに考えておりまして、今回検討していますような方法を普及していくことが良いのではないかというふうに感じております。私の方からは以上でございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。非常にまとめてお話しいただきまして、十分討論の時間ができたと思いますが、では引き続きまして、大久保先生に震災前から今に至るまで地元の地域の方々に接してこられた保健婦の立場ということでお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、はい、こんにちは。福島市で保健師をしております大久保敦子と申します。今日は本当にお呼びいただいてありがとうございます。私のところは福島市ということで避難地区ではございません
それで今川上先生のお話にもあったように中通りというところで震災後に県内でも浜通りにの次に線量が高くなったところです。それでそういうところで主にその子育て中のお母さんたちと震災後いろんな機会を捉えて接してきた、そういう立場から現状について少しお話をさせていただきたいと思います。で何より福島市は第一原発から60キロ以上離れておりますので通常何もない時には放射線だとか放射性物質だとか原発だとかそういうことは全く話題に上らないようなところでございますので、事故が起きた時に一体何が起きてどういうことになっているのかっていうのは全く分かりません。それからそういう放射性物質が降下して空間線量が上がったということについてもそれは一体どういうことなのっていうことも全くわからない、知識が全くないところでいろんな情報だけがもう錯綜しまして、いろんな、なんでチェーンメールみたいなものがたくさん流れて、もう今すぐ逃げた方がいいだとか、甲状腺が心配だから、うがい薬ですね、を飲んだ方がいいだとか、いろんなものが情報としてめちゃくちゃに入りまして、なんでしょうね、一瞬やっぱりパニックな状況があったと思います。なんか私もよく思い出せないところがたくさんあるんですけれども、そんな中で、とにかくその従来の母子保健事業、乳幼児健診だとか家庭訪問だとか育児の相談会だとか、そういう時にお母さんたちと私たちがこう向かい合った時に何がそのお母さんたちにこう情報提供してあげることが不安の軽減につながるのかなっていうのを、私たちも全く知識のないところで手探りの中で情報提供を始めたっていう経過があります。で地元の小児科の先生だとか、あと福島医大の公衆衛生学の先生方だったり放射線の先生方だったり、いろいろ勉強させていただきながら地域で講演会を、23年は予算が全くないところでいろいろこう工夫をして20回、講演会を行いました。それから心理師の先生方、心理師会の先生方にお願いをして座談会をやったりだとか個別相談会をやったりだとか、あとそんなことをしてきたところでした。お母さんたちはとにかく情報が知りたかったので、いろんなところでいろんな人が講演会をしました。私たちもしましたけれども、NPO のいろんな方たちだったりいろんな団体の方たちがしました。で皆さんそういうところをあちこち聞きに行かれたと思います。私たちが企画した講演会にも、20回でしたけれども、1000人以上の方たちが来てくださいました。とにかく何でもいいから情報が欲しかったっていうふうな時期だったのかなっていうふうに思います。で私たちは 何も本当に知識がなかったので先生方に協力していただきながら早くにパンフレットも作りまして、どういうところに気をつけたらいいか、どうなのかっていうことでお配りしたっていうふうに今思い出します。本当に笑おもすがる思いだったのかなっていうふうに思います。で福島市は避難地区ではございませんので避難を進めるっていうことはありませんでしたが、避難した方がいいのか、しなくていいのかっていうところでお母さんたちはすごく悩みました。で避難ができた方、それから避難したかったんだけどできなかった方と、避難はする必要がないと選択して福島に残られた方、本当に一人一人いろんな方がいらっしゃいました。本当にいろんな相談があっても私たちも十分答えられなくて辛かったなっていうふうに思います。で24年になりましては講演会を同じように企画しても本当に参加者が激減しました。でそれがどういうことなのか私たちももう分からなくて、もうそういう情報はいらないっていうことなのか、あるいはもう放射線の話はもう聞きたくないっていうことなのか、とにかく激減して、せっかく予算化したのに本当に来ていただけなくて、でそういう事業をいつまでもやることは私たちもできませんので、じゃあどういうものだったら皆さん求めてるのかなっていうことで、出会うお母さんたちにいろいろ聞きながら座談会をやったり、あととにかく外遊びが本当にできない、お母さんたちが心配でできない状況でしたので、市も遊び場をあちこち屋内遊び場作りましたけれども、
親子で遊ぶっていうことがやっぱりお母さんたちは求めてましたので、そういったあの企画をしました。でそういうところにはあのたくさん来ていただいて、あの皆さんあの本当に正々とした顔をしてあの帰っていかれたかなって思います。あと通常あの育児相談会っていうのをやっておりましたので、そういう時にもお母さん方を対象にしたあのストレッチ教室だったり、あのいろんなあのお母さんたちがこうリラックスできるような企画をしたりとか、あのそういうことをしてあの話し合いをあの入れたりとかあのしてきましたね。でその中であの特徴としては、その講演会に来なくなったっていうのもありますけれども、放射線についての話をあの皆さん避けるようになりました。あの聞いてもあの心配なことないって聞いても、うん心配なことないですっていうふうに皆さん本当におっしゃって、本当なのっていうのが あの、ありました。でもあの実際あのいろんなアンケートだったりいろんなことがあると不安だっていう声があのたくさん出ました。福島市もあの市民にアンケートを取りました。24年に取りましたけれども、内部被曝や外部被曝について不安だっていう声が、確かあのちょっと資料は持ってこなかったんですけど、 60% 以上の方たちがあの両方不安だっていう声がありました。じゃあなんで講演会来ないんだろう、座談会来ないんだろう、あの心配ないって聞いても心配ないですって言うんだろうっていうのが、あのとてもとてもあの 不思議だったし、私たち自身が不安でした。でも聞きたいって思うときに聞けるような体制は必要だよねっていうことで、講演会もあの少ない人数でしたけれども続けました。それから既存の事業の中であの声かけをあのしていきました。特に赤ちゃん訪問では行ったときにどうって言ったときに、うーん心配なんですよねっていうふうに声があったときには、あのもう個別対応だなっていうふうに思って、あの個別で支援をするっていうふうな形にあの切り替えてあの来ました。で25年も同じような状況であの個別を大切にあのしてあの来たいなっていうふうに思って、あのそんなことで通常の保険業務の中で一人一人の声を聞く、話を聞くっていうことにあのシフトしてあの来たところです。それからあの自主避難をしていた人たちがあのいろんな事情で福島に戻ってこられます。それは決してその心配なくなったから戻ってきているのではなくて、経済的な状況だったり、あと子どもさんがその入学をするだとか、あの進学をするだとか、いろんな状況でどうしてもその家族と話し合ってやっぱり福島に戻った方がいいよねっていうことになって戻ってこられた方たちは多かったのかなっていうふうに思います。そうするとあの不安なまま戻ってきているので、うまくこう福島に馴染めない方たちもたくさんいたのではないかなっていうふうに思って、25年からはあの戻ってきた方たちへの支援っていうのを何かしたいなっていうふうに思っていました。ただ私たちもあのなかなかいつどこで、あの人口もね多いですので、1年間にだいたい出生があの2000人ぐらいですので、あのどこにどういう方が戻ってきたのかもよくわからないところで、どうやってやろうっていうふうに思っていたところ、福島県の事業であの避難先でもやっていたママカフェっていうものをあの県内でもやりましょうっていうふうな NPO の方たちに委託をして県の事業で始まりました。でそこに私たちも一緒にあの乗っからせていただいて、一緒にその戻ってきたお母さんたちに PR をして、あの話を聞いたり、あのそういうことをあの25年からあの始めたところです。やっぱりあの福島にあのいなかった間はあの止まっているんですね。時が止まっています。ですのであの福島でその行きつ戻りつしながら大丈夫なんだろうか、いや大丈夫なんだ、いやいややっぱり心配なのかなっていう時間を過ごさなかった人たちなので、また戻ってきたところからそこが始まるんですね。ですのでやっぱりその言い方は本当に失礼な言い方になりますけど、リハビリが必要です。あの福島でちゃんと生活していくためには時間があの必要だし、きちんと話を聞いてくれるところが必要なんだなっていうのをそこであの勉強させていただきました。で今今年も26年も引き続きそれはやっています。でそういう中であの本当に私たちは一体何ができるんだろうっていうことをずっとずっとあの考えてあの来ました。やっぱり寄り添って話を聞いてあげるっていうことが一番いいのかなっていうふうな結論に達しました。あの情報提供っていうのはあのいろんなところで取れます。あのネットでも取れますし、いろんな情報があります。ですけれどもそれが自分にとってどうなんだろうっていうことは、あのやっぱり皆さん一人一人自分はどうなんだっていうことは聞きたいんです。
大きな話ではないんです。どっかの話ではないんですね。ですのでやっぱり一人一人寄り添って、今あるデータをお示ししながら、本人の不安がどこにあるのかということを聞いていく、丁寧に聞いていくということが大事なのかなというふうに思って24年25年はやってきまして、今に至っているというふうな状況かなというふうに思います。リスクの判断というのはもう非常に難しいです。専門家の方たちはこうこうこうだから大丈夫だよとかいろいろおっしゃいますけど、それが本当にその人が納得いくまでにはすごく時間がかかります。ですのでそれにやっぱり寄り添うということがやっぱり大事なのかなというふうに思ってやってきました。でとにかく初めてのことなんですね。前例がないことなんです。ですのでいろいろ学術的に影響はこうだとかっていうふうには言ったとしても、それが自分のこととして考えられるまでにはすごく時間がかかります。で子育てっていうのは先輩たちもみんなやってきたことなので、子育てはこうなんだよああなんだよっていうことは先輩たちも話ができます。ですが放射線については先輩はいませんので、本当に一から自分たちで納得するまでやっぱ考えたり勉強したりする必要しかないんですね。でそこにやっぱり誰が寄り添っていくのかっていうことがすごく大事なことなのかなって思います。なんか十分説明ができなくて私もどこまできちんと今お話できたのかなっていうこともちょっと不安なんですけれども、安全っていうのと安心っていうのにはやっぱり差があるっていうことをやっぱり私たちは自覚をしなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っています。なんか十分なんかお伝えできたかどうかちょっと分かりませんけれども、そんなことで今も続いて支援が続いているところです。何が大事なのか、自分たちが一体これから何を勉強していかなくちゃいけないのかもまだまだ課題ですし、住民の方たちとどういうことをやっていったら安心にいつ至るのかは分かりませんけれども生活していくっていうことができるのかっていうのはまだまだ課題なのかなっていうふうに思っています。避難地区じゃないっていうところがまたなんか大きなこうポイントなのかなっていうふうに思うんですね。避難しなくてもよかった地域なんだけれども不安は不安、そこのところがちょっと、違うのかなっていうふうに思いますね。なんか十分福島のお母さんたちの様子、市民の皆さんの様子がお伝えできたかどうかはちょっと私も不安なんですけれども一区切りにさせてください。どうもありがとうございました。また後で質問にも十分あると思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今のお話も含めまして資料1もそれから今のお話を踏まえて健康不安対策を今後どのように取り組んでいったらいいかということを今まであまり具体的に取り組みませんでしたので、今回かなり時間も取ってございますので、ぜひ委員の先生の忌憚のないご意見を伺いたいと思います。どなたからでも結構です。どうぞ。どうぞ。星野君たち質問いろいろと福島市の方でですね、お母さんたちのご意見を聞いたっていうお話なんですけれども、保健師さんの立場でいろいろと横の連絡あると思うんですけれどもね、例えば避難地区じゃなかったから結構不安がこうだったっていうことあると思うんですけれども、逆にその避難地区の方の不安だとかっていうのを聞いた保健師さんのこういろいろとこの連絡だとかそういうのでですね、なんか比較みたいなのございますでしょうか。避難地区の方のお話とそれから避難地区じゃなかった福島市お母さん方の不安の状況の違いですね、なかったら教えていただきたいんですけど、
具体的にはそういう交流は本当にないです。もう目下それぞれの自治体ごとに市町村ごとにもう本当に少ない人数で目いっぱいのところで取り組んでるんです。なのでその交流っていうんでしょうか、その情報交換みたいなものは本当にありません。ですのでたまたまその出会った人に聞いたりすることはありますけれども、それがそのどんなふうに違うのかっていうことまでは私も十分ここで申し上げられるほど情報としては持ってないっていうのが正しいところだと思います。ですから一括りに例えばその福島のお母さんたちの不安とか住民の不安って言った時に、本当におっしゃるようにその浜通りの皆さん、それから中通り、私たちがいるところ比較的避難地区ではなかったけれども比較的線量が高かったところですね、それから会津の方の皆さんとか、もうそれぞれ住んでいるところによってその不安の度合いだったり生活の様子だったりは本当に違うと思うんですよね。ですけれどもその行政間でそういう情報交換だったりそういうことは本当にされてないので私もわからないところがたくさんあります。私はもう福島の人しかわからない、そんな状況です。申し訳ありません。私だけも少しだけ追加させていただくと私どもも仮設住宅の方たちの不安調査もしているので本質的にはあまり大きな差はないんじゃないかと思いますが、一方で保健師さん避難区域の保健師の方たちのフォーカスグループインタビューも私どものところでやってまして、そのお話聞くとやはり情報が混乱していて何が本当なのか自分たちも責任を持ってみんなに伝えることができなかった非常に悔いの思いとかですね、あるいは自分の方の怒りにどう対応するかということで随分苦労されたという話を聞いています。でもそういう意味では福島市も多かれ少なかれそういうことはあって、程度問題かなという感じはいたします。ご苦労様でございます。川上先生のお話とそれから先生の話で川上先生のアクションを実際行動をとってそれ非常に良かった、7人の方 の結果が出ておる。それで大久保先生に特にお聞きしたいのはまず勉強を続けてやっておられる。ただご自分のそれぞれの方の状況をそのそれぞれの方がどう把握されるかというアクションですね。例えば実際当然食べ物が不安ですからご自分のお食べになる物をきっちり測る。それから実際セシウムが入ってないかどうかっていうのはホールボディカウンターできちっと数値を出していただく。であるいは個人線量計装着して実際自分のご自分の線量を確認してそれの上でじゃあ線量高かったらどう下げるのか、あるいはその食品にめっかったんならどういうアクションを取れるのかと、なんかそういうのは自分でその捕まえてそれに対して対応できるというアクションが取れないと非常に難しい状態が遷延するというふうな感覚を持っております。だからそういうような中で例えば行政なり地域がやっておられるホールボディ調べましょうとかいうのとどうつなぐかってことですね。だからやっぱり行政側との連携なんかがもっと大事になってくるし、そういう意味では最初環境省のプレゼンテーションでお聞きしたのもそれに絡むんですが、例えばガイドラインを策定する、ガイドラインだけ策定されても何にも起こらんわけですね。数値が単にそこにポンとあるだけで、そうするとそのガイドライン以上にご自分の状況を把握するということをこれ入れ込まないとその相談員システムなんかでも機能しない。しかもそれを行政にくっつけて行政が地域の行政国の行政がアクションを取っていただく、それに適切なアクションを取っていただくということとカップルすることでようやく状況が改善したと、よかったというふうになるんではないかというふうに感じました。そのあたり
ご意見いただければ。ありがとうございます。私自身がそれほどこの、消費者選挙公明やリスクコミュニケーションに専門が手があるわけではないので、私の言ってることが正しいかどうかは私もそれほどはっきりしてませんが、私自身は測定の対策というのは多分あってもいいと思うんですが、それがいわゆる放射線ストレスや不安の軽減につながるかどうかはちょっとよく分からなくてですね、どなたかに拝見したいなといつも思っています。で、測定は測定されたい方には結構なことかなと思いますが、不安は多分測定した後もふわふわとまとわりついて、そのホールドでカウンターで測定した夜になるとまた不安になるようなことをいくつも戻りつつを繰り返して、で皆の話を聞きながら自分のこう何か腑に落ちるところへ持ってくるような、そうい う, こうプロセスような気がいたしますので、やはり誰かと話し合ったりするようなこういう講義と話し合いプログラムのものがどこかに必要なんだろうな、何かという感じがいたします。それから私どものもう一つの提案してます、高度活性化の方はこれは放射線不安とは全く関係なくて、もう福島の方たちがの QOL を全般的に取り戻すための別のプログラムとして、入れることができないかというような発想で進めております。岡本さん、お願いします。今川上先生おっしゃったように、行きつ戻りつしておりますので、例えば占領計、個人占領計を使ってデータが出ました、で窓口に来て相談をしていった時に、ああそうなんですねって、その時は安心するんですね。だけど1日2日経つとまた不安になるんですね。そういう行きつ戻りつを繰り返しながらやっぱり自分のものにしていくっていう、そのプロセスが大事なのかなっていうふうには思っていて、丁寧にそのいつでも相談できる体制を作っておくっていうことが必要なのかなっては思っています。でまさに窓口にそうやって相談に見えた方たちも言います、大丈夫だっても思うんです、でもうちに帰ると不安になるんですっていう、ですのでそれはこう科学的に大丈夫っていうふうなこととその気持ちっていうのはやっぱり違うのかなっていうか、そんな感じはします。もう一つだけ、そのあたりが一番多分個人占領系ホールボディカウンターの数値の扱いの大事なところだと思うんです。それで福島医大に宮崎誠先生がおられまして、彼が一生懸命やってることはその数値だけでは全く意味がない。その数値がその生活、この個々人の方の生活の中で位置づけられなければならないということで、それを個人の方と一対一でその生のデータを見ながら、あなたの線量、この線量、例えば夜の線量が高いのはお家の周りがどうも高いんじゃないですかとか、あるいは昼の線量が高ければやはり野良仕事がとかいうような話で、自分の生活の各々のエレメントとその線量、外部線量なり内部線量なりということをその位置づけして、それで例えば低減させるにはさあどうなんだというふうな形で、その場合は多分行政までつながるんではないかと思うんですが、ともあれご自分の生活の中で位置づけできてないと必ずフラフラして、非常に行きつ戻りつの時間が長いではない、これ抽象的な言い方なんですけど、それこそ宮崎先生福島市におられますんで、一緒に議論なぞ一度なさったらいいんじゃないかなって思います。宮崎先生とはやり取りをしてまして、本当にその通りだというふうには思っております。やっぱり一人一人丁寧にやっていくのがいいのかなというふうには思います。ただ線量がその高いか低いかっていうその判断っていうんですか、それからリスクのそのイメージっていうのはもう本当にお一人お一人違いますので、低いのか高いのかっていうのは何をもって高いというのか低いというのかっていうのがありますので、その高いからどうするとか低いから安心なのかとか、そういうレベルの話ではないんですよね。ですので
もちろんそのデータをもとにやり取りをするっていうことは大事ですけれども、それはあくまでもその本人が自分なりに納得するっていうことが大事なんであって、高いんだよとか低いんだよとかではもちろんありませんし、そこはすごく難しいところだというふうに思います。じゃあどこまで下がれば安心なのかっていうのは逆にありません、ないと思います。はい、はい、はい、川上先生に一つ質問なんですが、10ページの1の情報提供と話し合いの中で、他の住民との相互サポートによるエンパワーメントという言い回しがあるんですが、具体的なイメージっていうのはどういうもんなんでしょうか。ございます。そうですね、具体的なイメージというのはちょっと雑把な感じになりませんが、あるこう、知識をいただいて、で自分がこんなふうな生活をしている、例えば、キノコ食べるの怖いかもしれないとか、あるいは出歩くの怖いかもしれないみたいな話を、それを、他の住民の方と話をすることで、でも僕はこう考えるとか、私はこう考えるとか、私はそんなと関係なくて、多少こうさせたくてもキノコおいしいから食べるみたいな人がいらっしゃったりとか、あるいはいや本当に怖いからやはりこう出歩くのもすごい気をつけてるんだとかもいらっしゃるとか、そういういろんな意見が自分の中で交わせることで、自分の位置づけ、あ、私はこの人の考えに近いし、こういうところになんか自分の、ポイントとか見方を持つんだなみたいなもの、そういうものがこうできていることをこのエンパワーメントというふうに今呼んでいるつもりです。はい、ありがとうございます。からもう一つ、実際今福島で甲状腺の検査一回り終わったわけですが、甲状腺検査 自身が、今不安とか健康不安、そういうものに対してどういうふうに、影響してきたか、それを、いろいろメディアによってはいろんな取り上げ方があるんで、そういうものがどういう影響を与えてるか、ちょっとコメントいただけませんか。すいません、甲状腺検査は県の方で実施しているっていうのもありまして、福島市がその直接的にその甲状腺検査についてどうこうっていうふうな、例えば事業指導的なことだとかっていうのは今のところやっておりませんので、私たちは例えば何でしょう、そういうのもし受けてないっていう方がいたら、やっぱりその受けてみたらっていう相談には乗りますけれども、その結果についてどうこうはそういう業務はしていないので、ちょっとコメントはできないと。これも私の研究からはお返事ができないのですが、福島県に行っていろんなところを歩いてますと、甲状腺がのがんが増えてる増えてないという、こういろんなご意見を言う方がいろんなことがいらっしゃって、いろんな専門家が違うことを言うのでとっても困るし、座ると不安だな、でも大丈夫かな、やっぱり不安だなみたいな、そういうこう何か揺れるところの中に位置づけられてるようでありますが、すみません、私自身も今大島さんも言われてるんで、あんまりこう福島の方ってそれ以上の話をされないので、気持ちの奥がどうなのかってなかなか分かりにくくなってるってのは正直なところです。佐々木でございます。川上先生のお示しになった6ページの上段の回答の頻度を拝見して、ちょっと感想を申し上げた上で、川上先生、大久保先生に伺いたいことが2点ほどございます。まずそのこれ拝見して5、6ですね、報道を見ると不安になる、不快になるというの方たちが非常に多いというのはちょっと驚きであったわけですが、これはその報道だけれども、これを専門家の話を聞いた後だとどうなるのかなと、ちょっとそういう疑問を持ちまして、専門家の話を聞かれてもやはり同じようにかえって不安になられたり、不安になるのか逆に安心されるのかっていう、そこのところはもし何かご意見がありましたら伺いたい。それからそれに対して7と8、差別感とか、地域の住民であること話したくないという
方たち、あのよく国際会議なんかではスティグマという言葉が使われているかと思いますが、そういう方たちが私の感じとしては意外に少ないなという思いがいたしましたが、これはやはりその場所によって違う、まあ、もっと被災地にの汚染の強いところだと違ってくるのかどうか、あるいはこういう差別感というのはそんなにないものなのか、そのあたりのことをお聞かせいただければと思うのですが。少しシンプルにお伺いしたいと思いますが、専門家の話を聞いた後に項目5、6などの気持ちが改善するかどうか実はまだテストをしておりませんのでよく分かりません。7人の福島のお母さんたちのプログラムではあまり変化をしなかったので、もう少しなんですかね、あまりそれほど変化しない気持ちなのかもしれないなとちょっと思っています。もう一つ7、8、9の、まあ、差別や人間関係に関する問題は、まあ、20% ぐらいの方がお感じになっていくことで、まあ、意外と少ないなとも思いますが、これらの問題はインパクトが大きいので、まあ、なかなか無視できないかなと感じます。で、場所によってなんですが、すいません、これもちょっとそこまでは詳しく分析をしてませんが、おそらくその地域によって大きな差はあるだろうなとは思います。大久保先生、何かその2点についてご意見ございますか。もし何かおありになったら。この5番と6番についてはなんかこうなんでしょう、その触れたくないっていうか、なんかそういう気持ちはあるのかなってはすごく思います。789についてはなんか私も何でしょう、差別されたとかそういうことはそういうところのに住んでない人と話す機会がないとあんまりそういうことは感じないのかなと思うので、必ずしもそれが何でしょう、経験のある人だけだったらどうなのかなとか、それはちょっと違うのかなというふうに思います。あと9番については揉めた経験っていうふうにありますけれど、私たちも家族の中で意見が違うっていうふうなもの方は結構乳児健診なんかでもいて、ただ数は確かにこのぐらいかもしれません。ただすごく深刻ですよね、はい、辛いと思います。よろしいですか。じゃあ柏田先生どうぞ。はい、川上先生、大久保先生にそれぞれちょっと お伺いしたいことがございます。まずは川上先生の方からお願いしたいと思います。このスライドの、7ページの下の段で、心理的ストレスや抑うつのところが浜通りよりもむしろ中通りの方が多い優位差があるという結果をお示しくださってます。で、次のページを見てみますと、一般住民の放射線ストレスについてはこれは優位差があると書かれていますけど、あまり大きな差ではなくて、むしろ浜通りの方が少し高い。で、それに対して下の図ですね、やっぱり生活の、その、活動の変化が中通りの方で落ち込みが大きいという結果になっていますけれども、このこと以外にもその中通りの方がむしろこうストレスが大きいということを説明できるようなそういう要因はあるんでしょうか。これが1点目です。はい、ありがとうございます。今春日先生ご指摘いただいた部分はつまり浜通りと中通りの比較は、まあ、あまり優位なといいますか偶然を超えるような差ではないのではないかとは思っていますが、もう一つ、まあ、浜通りの方はどうしてもすみません、避難区域を除いてますので、まあ、相馬とそれからいわきにかなり偏ってしまってて、そういうちょっと特性が出ている可能性はあるかと思います。ただそれを除いても私自身も多少こう中通りで不調が多かったり、こうデブ症の方が多かったりするのはどうしてなのかなっていうのは多少こう問題意識では持ってまして、もう少し分析をしてみたいと思います。はい、それからその活動の変化について詳しく分析されているので、これは生活習慣病との関連を検討されると、これはトータルでの健康増進に大きく役に立つと思うんですけれども、そのような活動はもうされているでしょうか、あるいはそういう計画はお持ちでしょうか。
まだ生活習慣病との、リンクはしていませんが、今行動活性化と申し上げたプログラムもいずれは保健師やいろんな方にお伝えすることで健康増進にも使えていけたらなとは思っています。ございます。最後のご質問です。ご質問というかコメントなんですけれども、研究の目的の一番のところで、健康影響に対する過度の不安をの実態を明らかにするというふうに書かれていますけれども、今お話を伺いますと、その過度のという意味がですね、体調にこう影響があるような形でのそういう強い不安という意味で使われているように理解したんですが、ここだけを読みますと、例えばその指標に使われたようなですね、項目を感じること自体がそれが思い過ごしですとか過度ですよって決めつけているようにも誤解されるといけないと思いましたので、そこをもう一度ご説明いただいた方がよろしいかというふうに思いました。ございます。今回指標で測っていること自体は過度の不安と言っているわけではなくて、こうした不安で自分らしい生活ができなくなっている状態を過度の不安というふうに定義して、それを防ぎたいというのが私ども の目的ですので、その点はありがとうございました。補足したいと思います。ありがとうございました。それでは続いて大久保先生にお伺いしてもよろしいでしょうか。すいません、時間を取りまして、福島県内で仕事をされている保健師の皆様、私も数人、また数人だけですけれども、お話を伺うたびにですね、ご自身もいろいろなその家庭の事情を抱えでしょうし、それから先ほどお話になりましたように、本当に直接言われのないことまでこう引き受ける形で住民の方 の声をお聞きになるということで、本当におつらい思いをされてきたかと思うんですけれども、それを表に出すことなく、お一人お一人 その住民の方と温かい目でですね、一緒にこう向かい合われているということを、どの方のお話からもお聞きすることができて、本当に深く心に響いております。これからどの方でもですね、子どもが成長していくに伴って生活 の様式や、それから生活時代がいろいろ変わってですね、不安のないようにも変化が出てくるんじゃないかと思うんですけれども、そういうことで長期的に見守るということについて、具体的にどのようなご意見をお持ちでしょうか。これが一つ。もう一つはですね、自治体を超えた連携が十分に図られてないということを指摘になりましたけれども、その自治体間の情報ですとか、それから先ほど事務局の方からご説明がありました相談員制度 の活用について、国や、特にここは国ですので、国に対して、どんなご要望をお持ちでしょうか。その2点についてお聞かせいただけますでしょうか。すごく緊張しているのでうまく答えられるかどうか分かりませんので、もしすごくちょっとずれてたら申し訳ありません。不安、そうですね、今時効の前に生まれている方たち、あるいはその事故当時生まれている子どもたちを持つ親、それから事故後に赤ちゃんを産んでいる人たち、そういうふうにそれぞれ違います。違うっていうのをすごく感じています。事故当時にもうすでにその小学生やら中学生だった子を持つ親、それから事故当時に赤ちゃんを持っていた親、それから事故当時に妊娠していた親、それぞれ思いが違うんじゃないかなっていうふうに思ってますので、その長期的に見守る具体的な方法っていうのもできればそういうふうに細かく、その年代年代に合わせた支援の方法っては必要なんじゃないかなっていうふうにすごく思います。っていうのは、私たちも最初に私申し上げたように、私たち母子保健っていう立場で仕事を今しておりますので、例えばその学校保健、それから当時は
中学生や高校生だった方たちも卒業してその社会人になっていって、そして赤ちゃんを産むようなあの子供を産み育っている年齢にこれからなっていくっていうふうになると、あの年代年代でそのやり方、具体的な方法っていうのは当然違ってくるんだろうと思いますし、あのその時にどういうふうにあの親たち、その子の親たちがどういうふうに考えたかっていうのでもすごく違ってくると思いますので、そこはあの対象ごとに丁寧にやっていかなくちゃいけないのかなっていうふうに思ってます。っていうのは私たちがあの学齢期の子どもたちを持つ親たちに手が届かないから、そういうふうに私が申し上げるんです。どうしてもやっぱり行政は縦割りで、あの教育は教育、あの私たちはその乳幼児期は乳幼児期、あの妊婦まあ、妊婦からですけれども、そういうふうに何でしょう、私たちがこうお母さんたちに出会いたくても出会えない世代っていうのは当然あるんですね。ですからあの全てそういう人たちに関わる者たちはあの共通理解を持ってあの関わっていかなくてはならないんじゃないんでしょうか、こう縦割りではなくっていうふうにあの思います。でいずれその子どもたちがまた子どもを産み育てる年齢までずっと見守ってあのいけたらいいのかなって思っています。っていうのは震災後に福島市はあの、震災後、ですね、去年25年はあの出生が増えたんですね。であの増えたってももともとどんどん下がってたところなので、あの何もなくてもですね、もともと少しずつ減ってきていたところですので、あの増えたって言っても前すごく増えたわけでは決してないんですけれども、あの24年はすごく落ち込みました、出生が。でも25年は少し増えたんですね。でその人たちはあの私たちが例えば乳幼児健診で出会っても、事故当時赤ちゃんを持っていた親とはちょっと印象が違ってますっていうふうに、あの本当にその年代年代であの違いますので、そこはこうきめ細やかにその一括りにはできないのかなっていうふうに思ってやっていかなきゃいけないっていうふうに私は今あのそんなことを考えているところです。あと相談員制度についてなんですけど、なんか私も、どういうのがいいのかがよくわからないです、なのでちょっとなんかあんまりコメントできないかなって思います。どういう人にどういうことをやっていただくのかもちょっと具体的にその各市町村によってこうイメージとか取り組みが違うような気がして、一体この相談員というのは何を目指してどういうふうにしていくのかっていうのはちょっと見えないなというふうに思っているところなんです。なんだかそんな答えになってなくてすみません。あのそんな私は個人的にそんな感じをしてじゃあ遠藤さんです。保健師さんたちの活躍で福島県の里帰り出産が、ね、以前より増えたとか聞いて本当にあのご活躍されてるんだと思います。で福島市の活動で不安の解消には寄り添って話を聞いてあげるのが一番ベストじゃないかとかいうお話でしたけども、保健師さんも忙しくてね、大変だと思いますね。ただ多くの方に寄り添って話聞くっていうのは本当に時間もかかることでしょうし、でお二人にお聞きしたいのはね、こう環境省としてね何をしてほしいのかなというのがね一番ちょっと知りたいんですけどね。っていうのは環境省として今ね健康不安対策で4つこう書いてますね。で正確な情報発信、人材の育成、それから住民の理解増進、それから相談員の活動を支援する拠点の整備とかで4つ書いてるんですけどもね、もちろんこれでもいいですし、これ以外にもね、環境省として何かやってほしいこと、あるいは、ね、川上先生のご研究もこのこれ平成25年度の研究ですか、これいずれね、あの期間が来たら終わりますわね。やっぱりこういう研究もっとやっぱり活発にさせなきゃいけないかとかね、それに何かあの施策があれば、今日環境省の役員の方もおられますので、あの何をすればいいかと、何か現場でもしお気づきの点がありましたらお教えいただければと思うんですけど。私福島市と伊達市のアドバイザーをやらせてもらって、大久保さんといろいろ話したりしてます。その中で彼女たちの仕事を見ててですね、
一番ならやっぱマンパワーが少ないっていうのが一番私感じたことです。私医者の資格を持ってますんで、私が話行きますかって言っても、患者さんたちはというか、その住民の人たちは医者の話よりは保健師だとかより身近な人たちの話を聞きたい、あるいはそういう人たちの話をするとみんな納得して、多分そういう努力があったおかげで里帰り出産が増えたりっていう傾向が出てるんだと思います。ですからその保健師を含めたそういう相談員って大きな括りしてますけども、その相談員の中のマンパワーをいかに増やしていくかというのが一つ私としてはあまり力になってないかもしれませんけど、いろんなお話をアドバイザーと立場でお話をさせていただいてすごい感じていることだと思います。それからもう一つ、伊達市と福島市と両方を見ていますと、それぞれ問題点がかなり違います。ですからですからやることは一緒なんですけど問題点が違いますので、ただしこちらでやったことを本当はこのことを例えば伊達市でいろんなうまくいったことを福島市でもやったらどうっていう話のが、私は両方にあれなんで少し時々こっちでこうだよっていうふうに話をできますけど、それをできたら組織的に忙しいから会議が増えるとまた保健師さんたちが大変なのかなという気もしないでもないですけど、何かの形でそういうもうそういう意味では初期の23年度24年度と25年26年でだいぶ違ってきてるところもあると思いますね。そろそろそういう全体をまとめるような県の仕事と自治体の仕事と実はかなり違いますので、そこをうまくつなぐということをこれはやっぱり国の仕事かなって気がしますので、そういうことをやっていただければより私が受けやらされているアドバイザーの仕事も少しは役立つんじゃないかなという気がしてますんで、多分大久保さんもその辺のことを思いながらやってらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、代弁みたいな形ですけど言わせていただきました。以上です。どうもありがとうございました。今の代弁したとおっしゃってますけども、何か付け加えることございますか。そうですね、本当に情報交換というか今は本当に余裕がなくて、隣の町でどんなことをやっていてどういうことがちょっとなんか効果があってどうなんだっていうのは確かにそういう情報交換の時間はないですね。そういうのがあるとやっぱりもう少しこう形になっていくのかもしれませんね。私は特別その何て言うんでしょう、その放射線に関して何か事業を組むというのではなくて、通常のその母子保健だったり学校保健だったり、その通常の事業の中でそのプラスアルファ例えばその相談者が力をつけていくだとか、その何かな、そういう通常のその今までの保健業務の中で寄り添っていけるっていうのが自然なのかなっていうふうには思っているんですね。っていうのは放射線のなんとかって言ったらもう人は集まらないです。だけども皆さん心配なんです。で行きつ戻りつしてるんです。ですからやっぱり通常のその健康管理の仕事やその保険業務の中でスタッフが力をつけていくだとか、マンパワーを少し増やすだとか、なんかそういうことが大事なのかなっていうふうに思います。それで行きつ戻りつしているので、何かそのこの時期にこれをやればいいっていうのはないんです。一人ずつ聞きたい時期が違うんです。何かがあると聞きたくなるので、必ずしもそのこちらで講演会をやったからそこに来るわけではないんです。ですからやっぱりどこまで行ってもその母子保健事業、学校保健事業の中でその欲しい人に欲しい情報が欲しい時に行くっていうの、あるいは相談したいときに相談できるっていう体制が大事なんではないのかなっていうふうに思います。なんかうまく言えなくて申し訳ないんですけれども、はい。私のもうちょっとこういう素晴らしい立場に呼ばれながら環境省にこれからこれをしましょうという政策提言ができるほどのバックがないので非常に残念に思っていますが、私どもがやってます研究は基本的には福島の方たち、福島の県の200万人ですかね、の皆さんたちが軽い抑うつだけれども、これが何十年も続くことで長期に
たくさんの QOL というか幸せが失われることがすごく心配でして、ここに何かしたいという思いで研究をさせていただいてます。そういう意味では環境省として、つまり放射線に、やっぱり奥野さんによって放射線に関して何かというよりも、やっぱり福島県全体を元気にするためのいろいろな方策に、まあ、人とお金とシステムが投入されることが大事ではないかなというふうに個人的には感じてますし、これをヘルスセクターといいますか、まあ、厚生労働省だけでやるのでは多分それも追いつかないと思いますので、地域づくり何かとか他のものと一緒にしながら何かこう支援できるようなものが、まあ、できるといいなと思うんですが、そのぐらいしか今はちょっと思いつきません。加藤先生、本当に奥野先生ありがとうございました。非常に貴重なお話を伺うことができまして、で、まあ、大体時間ですが、特に質問が残っている方いらっしゃいますでしょうか。はい、お二人のですね、本当に今日ご意見でですね、まあ、私もかなり勇気づけられたところがございます。まあ、特に子育てのですね、子育て中のお母さん方はいろんな不安がある上にですね、この今回のこういう放射線ストレスっていうので、さらにですね、そこ漠然としたこう不安がこう蓄積してるんじゃないかなと思うんですね。そういう点でやはり直接お話をね聞いてるっていう大久保先生のお話っていうのは、まあ、すごく説得力があったと思います。特に私なんかはですね、まあ、放射線量やリスクは、まあ、その測定するのは大事なんですけども、それとは関係なくですね、不安を持ってるっていうのは、私も県外のホットスポットの母さん方と、まあ、対面してますとですね、その通りの話だなというふうに思います。それが簡単にはですね、大丈夫ですよとかですね、今までのデータであんまりこの病気になった方いないですからとかっていうお話だけ言っててもですね、それは全く解決にはならないというのはその通りでして、それだったらまあ、子育て中のいろいろな、まあ、よもやまの不安と一緒にですね、まあ、寄り添って解決するっていうのが一番大事だっていうのを、まあ、痛感しているわけですね。まあ、それとこういうのはですね、やはり新しく大人になる子どもたちにも学校保健の立場からね、これやはり普及するべきだと思ってまして、そのためにですね、震災の年のもうすでに夏にはですね、文科省の方に子ども用にのその教本と、小中高ですね、3つに分けた教本と、それを教える先生用の教本、この、まあ、グレードを変えたですね、3段階のやつを作ってくれということで、秋にはもうすでにできたんですね。それで生徒ぐらいのですね、生徒に配布するぐらいの、まあ、数まで作っていただいたんですけど、それは実際には配布してないんですね。でやはり、配布してないんです。ちょっと残念なんですけど、まあ、ちょっと理由があってなんですけれどね。ただやはり学校のところできちんと日本の子どもたちがですね、この問題に、まあ、要するに大きくなってからも誤解がないようにですね、知識を持っていただくとすごく重要で、実際にですね、私たち学校圏の場では差別があるんですよね、子どもたちの間に。だからそれをですね、日本中でそうならないように、まあ、するべきだというふうに強く今日聞いてですね、感じました。どうもありがとうございます。貴重なご発言ありがとうございました。それではここで今の第一の議題を終わることにいたし、次に移りますが、先生方の続けてどうぞ次の議論にもぜひご参加くださいますようにお願いいたします。次の議題は福島県における健康管理についての議論であります。で本日は加えまして、福島の近隣県における健康管理というものも議題になります。でまず事務局から資料2についてご説明ください。ではお手元に資料2をご用意いただけますでしょうか。原発事故による放射線の健康影響及びそれを踏まえた住民の健康管理の在り方に係る論点整理等の案としてお示ししてございます。まずこの資料のご説明ですが、論点を4つ挙げておりまして、それぞれの項目ごとにこれまでの委員の先生方のご意見を整理したものを白丸で記載をしてございます。それ以外の二重丸のものはアンスケア2013報告書の記載内容、そ
して黒丸のところは WHO 健康リスク評価報告書の記載内容となっております。そのようにしてご覧いただければと思います。またここに、議事録から起こしてこのような形で整理しておりますが、漏れているという点がございましたら、また適宜事務局の方にご指導いただければと思います。ざっと資料2を一緒にご覧いただきまして、ご議論に入っていただければと思います。まず論点1です。事故による放射線の健康への影響が見込まれる疾患についてです。まず1、甲状腺がんについてです。想定されるリスクの大きさということで、これまでのお話をまとめてございますけれども、まずアンスケアの方から、甲状腺がんについてはほとんどの線量推計値は疫学的に被爆による甲状腺がんの発生率の上昇が認められる水準ではなかった。仮に推定値の上限の被爆を受けた人間が相当数いたとすると、甲状腺がんの発生率が増加する可能性があるといったようなご指摘。そしてしかしながら、少し飛びますが、チェルノブイリ事故後のように甲状腺がんが大幅に増加するとは予想されないというのが報告書に記載があるものです。これに対しまして、アンスケアの健康リスクの評価に同意するといったご意見、また全体では疫学的に識別できるかどうか、甲状腺がんの増加するかどうかというのはそのギリギリのところだというご意見、甲状腺がんの増加は自然発症のリスクと比べて追加被爆によるリスクが小さければ検出できないというご意見、一方で甲状腺がんが増加するか否かをこれから検証していくものではないか、あるいは線量推計に不確実性があるなら健康影響が予想されないとは言えないのではないかというご意見がありました。また地域での疾病頻度のモニタリング等ということで両括弧2にまとめておりますが、まずこれにつきましてはアンスケアの方では福島県の甲状腺検査においては比較的多くの甲状腺異常が見つかっているが、事故の影響を受けていない地域と同等の調査と同様の結果である。今後このような集中的な検診がなければ検出されなかったであろう甲状腺異常が比較的多数見つかると予想されると。また続いてですが、徹底的な検査による甲状腺がんの見かけの発生率について解析し定量化することや、甲状腺、個人線量が適切に評価できている集団からなる疫学的な研究のためのコホートの確立を検討することが提言されております。また WHO の方では疫学的追跡調査の目的は被爆と関連する可能性のある疾患の放射線による影響を明らかにすることにあるとして、それ以下その具体的なプロセスが記載されております。2ページをめくりいただけますでしょうか。この項目につきましては後半の方ですが、こうした WHO やアンスケアの報告書も踏まえまして委員の先生方からは健康リスクの評価のためには目的を明確にした上でデータ収集を行うべきであるといったご意見、また対象群の議論がありますが、対象群に相当する方々としては福島県外でというよりは県内、特に事故後で生まれた子どもさんたちを対象群とするのが科学的に望ましいのではないかというご意見がありました。続きまして、ニポツの甲状腺以外の固形がんおよび白血病のリスクについてです。想定されるリスクにつきましては二重丸でお示ししているようなアンスケアの報告の内容がございます。それに対しまして委員の先生方から被爆線量が低ければがんの罹患リスクは証明できないほど小さくなると、対象人数を増やしても統計的に検出できるとは限らないといったご意見、また個々の事例について放射線の影響でがんになったかどうかという議論は科学としては決着がつかないというご意見、また低線量被爆による健康影響は誰もわからないから検診が必要という議論があるが、何もわからないのではなく観察しようにもできないほど小さいということだというご意見がございました。両括弧2の地域での疾病頻度のモニタリング等については福島県では震災前からがん登録のデータの収集が開始されており、震災後はがん登録の精度が向上していると、またがん登録が法制化されたということに伴ってがん登録の制度が全国的に向上しているということを踏まえてこれがモニタリングに活用可能なのではないかというご意見がありました。続いて3のその他の疾病のリスクについてです。こちらにつきましてはアンスケアの方から不妊や胎児への影響、確定的な影響は認められない、遺伝性の影響の増加が観察されるとは予想されないという報告がありました。これに対する一方で不確実性がある中で遺伝性影響は予想されないと言い切れるのかというご意見もございました。続きまして論点2、3ページ目をご覧ください。
論点には福島県における対応の方向性です。県民健康調査の健康審査についてまず整理してございます。まず両括弧1の検査内容につきましては、特にがん検診については利益不利益バランスをよく考える必要があるというご意見、福島で始めた健康調査の中で甲状腺検査も後ほど出てまいりますが、血液検査血栓について繰り返し検査することの不利益をよく考えて個人の意思を尊重し任意で行うことが望ましいとするご意見、一方で検診の内容に例えば尿検査については尿鮮血や血栓なども労働者に対する通常の検診や特定検診に上乗せしてもっと充実させるべきというご意見もありました。一方で必ずしも健康診断というのは必ずしも検診項目を多くすれば良いわけではないと、検診項目を増やすことで不安を増長させる恐れもあり、むやみに項目を増やすべきではないのではないかというご意見もありました。対象者や頻度としましては、全国的に推奨している特定検診やがん検診について受診率を高めることが重要なんだというご意見がございました。その他の意見としましては、データを一元的に管理する必要があるということ、あるいは既存の法定検診についても国が関与して一元的に実施すべきではないかということ、また直接放射線とは関係がない、被曝とは直接関係ないというようなものについても懸念するご意見がございました。続きまして、ニポッツの県民健康調査の甲状腺検査についてです。こちらにつきまして、検査内容としましては、どれだけ熱心に甲状腺検査をするかによって、甲状腺がんの発生頻度は大きく異なるという意見、また甲状腺超音波検査は約 50% の人に所見が出るため、その結果に不安を感じる人もいるのではないかというご意見がございました。またそれを含めて、踏まえまして、サポート体制を含めた議論が必要なのではないかと。また検診が最善の回答とはではないのではないかというご意見、検診の不利益として過剰診断や偽陽性というもの問題がある、甲状腺検査の A2 判定によって不安になった人が多くいらっしゃるということは不利益とみなされるのではないかというご意見がありました。また韓国などの例も踏まえまして、甲状腺の検診につきまして、放置甲状腺がんについては放置しても本人の害に至らない可能性があるものもあると、個人のどれがそれそうかは特定できないが不利益が多数あったことを認識してそれに見合った利益があったのかを議論して適切な判断をする必要があるのではないかというご意見がございました。両括弧に対象者実施頻度のところですが、受診率維持をすることが重要で、そのために個人のフォローアップ体制を整えていく必要があるというご意見、また検診の頻度を上げるほどに偽陽性の数が増えるということへの注意喚起もございました。また先ほどのご意見の繰り返しですが、甲状腺検査についても繰り返し検査をすることの不利益をよく考えて任意で行うことが望ましいのではないかというご意見がありました。一方で検診をして安心したいという住民の期待には応えるべきなのではないかと、偽陽性が多くなってしまうのは偽陰性を少なくするためにはやむを得ない部分があるが、住民の期待希望に応えて検診を行うことで安心につながるというご意見もありました。その他といたしまして、ここでは甲状腺がんが見つかった場合の治療についての意見をまとめて整理してございます。見つかったがんに対しては適切に対応していく必要がある、経過観察をする場合も綿密に行う必要がある、きちんとした記録をしていくことが必要重要だというご意見などでございました。おめくりいただきまして、5ページ目をご覧ください。論点3として、福島近隣県における対応の方向性でございます。この論点につきまして、これまで直接的なご議論がまだされておりませんので、事務局からは項目のみ挙げてございます。1、福島近隣県の住民に対する健康管理について、想定される健康リスクについて住民への対応、その中として健康管理の具体的施策についてとその他、そしてそれ以外に関することということが論点としては挙げられるかと思います。おめくりいただきまして、6ページ目をご覧ください。論点4は健康不安についてをまとめてございます。この論点4につきまして、本日先ほどの議題1でご意見をいただくことにもともとしておりましたので、ここではこれまで出てきておりましたご意見を参考程度に記載としてとどめております。本日の議題2では主に論点1から3についてご議論いただければと考えております。
最後にそれ以降のページですが、参考資料をお付けしてございます。まず参考1、7ページをご覧ください。こちらアンスケア2013年の報告書から抜粋をしておるものでございます。出典はページの下に記載をしてございます。ここでは本日のご議論いただきます論点3に関係して、近隣県に関する線量のアンスケアの方での推定値をお示ししてございます。後ほど論点3のご議論の参考にしていただければと思います。この中で表の中段にございますグループ3の県というところで、下の注釈をご覧いただきますと、宮城県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、岩手県の住民というふうになっておりまして、その実効線量と甲状腺の吸収線量がこちらで記載をされております。おめくりいただきまして、8ページ目、9ページ目につきましては、それのより詳しい資料でございます。こちらは事務局で仮役をしたものでございますので、参考ということでご覧いただければと思いますが、先ほどの参考1、7ページ目にあった資料のより詳しいものとして、8ページ目では実効線量、9ページ目では甲状腺吸収線量ということで、それぞれ同様の表になってございます。近隣県につきまして、このような推定値がアンスケアの報告書では示されているということで、議論の参考にしていただければと存じます。資料2のご説明は以上です。どうもご説明ありがとうございました。大体委員のご発言をまとめているものでありますけれども、これは今日ある程度また議論しまして、付け加えるところがあれば、ぜひ付け加えていただくということで、また最終的なまとめはまた今日のご発言をいただいた上でということになります。どうぞご自由にご発言ください。まずそうですね、論点1から始めましょうか。論点って書いてあったかな、最初の4ページまでの最初は、論点1ですね、事故による放射線の健康への影響が見込まれる疾患についてというところについてご意見ございませんでしょうか。どうぞ。論点1だけに限らないことなんですけれども、福島県 の県民健康、調査については、この検討委員会でも発言をさせていただきました。でやはりこの放射線、原発事故による放射線の直接的な健康影響だけではなくて、それから派生するさまざまな問題、例えば、避難された地域の方々の生活環境、それから経済環境、社会環境がガラッと変わってしまう。で、避難されてない方もですね、やはりその原発事故によって、先ほど川上先生からお話しあった通り、心の問題等をはじめ、いろんな問題を抱えている。ですから、その放射線の直接的な健康影響だけではなくて、それから発生するさまざまな問題に対して、やはり福島県住民全体の QOL を上げる、改善する、そういう方向でですね、ぜひご議論していただきたいと思うし、特にやはりこの心の問題っていうのはかなり私は問題なのかなというふうには思っております。どうもありがとうございます。これは事務局から何かあれですか、のご返事ございますか。今ほど のご指摘につきましては、ちょっとどういうふうな形でちょっと議論できるか考えてみたいと思いますけれども、おそらく環境省だけでは、の政策だけではカバーしきれない部分があるので、そこをちょっとどうしていくかということを次回までにまた考えていきたいと思います。あれですね、やっぱりそうおっしゃるように、この間 その福島の会議でも放射線の影響とよりももっとソーシャル、社会的な心理的な影響の方が大きいんだということを非常に強調された印象もありましたけれども、それとそれをこの委員会でどう関連づけるかというのもまた今から続けて議論していただきたいと思います。どうぞ。
今大事なご指摘をいただいたかと思っております。でこの問題、健康問題については非常にいろいろなことが起こっているので、省庁間の連携というのは大事だと思っております。でまたこの放射性影響についてはおそらく私ども の考え方でございますけれども、まあ、中長期的な問題が含まれておりますので、例えばこの報告書を取りまとめたといたしましても、現時点で の中間的な取りまとめはできても、中長期的な問題について今述べることはできないんだろうと思っております。そんなこともございまして、私どもとしてはなるべく早いうちに今分かること、今できることについては取りまとめを行いつつ、省庁間の連携で対応すべきこと、それから中長期的に対応すべきことは課題として整理をさせていただくのかなというイメージを持ってございます。適切なと言いますか、分かりやすいご説明ありがとうございました。さて他にまだどこどもか、鈴木先生。この項目だって論点1が放射線の健康影響ということで、論点の4のところに健康不安へのについてというふうな項目立てになっているところが、もしかすると放射線の健康影響と放射線以外の災害に伴う健康影響という形で項目立てしておいて、そこの中の対策として不安対策とかそういうものが入るんじゃないかと思いますが、ちょっとその枠組みをもう一度事務局の方でも考えてもらいたいと思います。最初の支援法案のところもやっぱりもう一度最後のまとめには我々全体で勉強したという感じもいたしますけれども、他にございませんでしょうか。今日いただいたお話もまた議事録として整理して、どうぞ。私はその研究英語の方は専門家ではないのであまりわからないんですけれども、この放射線、今日のお話とかこれまでの話を聞いていて、要するに放射線が直接影響を与えるということよりは、むしろ それによる放射線ストレスとか健康不安とかそっちの方が非常に重要で、それにはやっぱり個人個人のいわゆるカウンセリングといいますか、いわゆるメンタルなリスク対応というのが非常に重要であるということは非常によく分かってきましたので、そういう意味で言うとここで論点1だけを取り上げるとですね、やっぱり放射線だけを見た場合はどうかということになって、そうすると今までの傾向からすると遺伝的影響なんていうのは広島長崎の原発の影響から見たらそういうことは起こりえないということはまあ言えると思いますし、それから甲状腺がんに関してもあるチェノブイのあれから言ったら住民支部と超えない限りは起こらないということは分かっているけれども、それ以外の影響の方でそれは何かメンタルの問題で影響が出るかもしれないということなので、その鈴木先生おっしゃいましたようにこの4の不安、健康不安というものとこうちょっとこう論少しこう取り上げ方を変えたまとめ方にしていただく方が今後の施策を考える上でより分かりやすいのではないかなというふうにこれまでの話を聞いてそう思いました。どうもありがとうございます。今日の演者の先生いかがですか、何かご意見の付け加えることがございましたら、ちょっと質問したかったのは、今までもその原子力災害もいっぱいあるわけですね。原爆も我が国で言えば原爆も JCO もあって、それからそのチェルノブイルもあって、そのたんびにその精神的影響ということが話題になります。の先生の教授研究者の方も書いておられますけども、ただその時にチェルノブイルに関しては我々具体的なことが常に分からなくて、ただメンタルなのかサイコロジカルなのかという言葉から始まって、それがまあそのまま言えばアンクザイエティなのか PTSD なのか、その精神症状もそれぞれ違います。ただそういうものの、まあ、必ずしも今まで分析が十分でなかったような気がするんですが、今度福島でその今話題になっているですね、何かその精神的な影響に対して
特に今までの経験を超えてやらなければいけないというものがどんなもの、あるいは今まですでにこの3年間で何か結果が出てますでしょうか。すいません、お答えするのが難しい難しい質問ですね。私もちょっと能力を超えている感はいたしますが、まあ、私がやっているものからだけ、そして、まあ、エベリン・ブロメツ先生というこの種のこの問題の専門家のお話につけ、福島では本質的に違うものと違うわけではありませんが、福島ではやはり住民の方がグループで話し合うということがすごくなんか大事な鍵のような気がします。個人向けのカウンセリングというよりも住民の方が集まっていただいて何かする、話し合う、納得する、なんかそういうものがどうしても外せない要素のような感じがしています。今のですね、論点1と論点4の捉え方ちょっとよくわからないんで、もう一回ご説明いただきたいんですけども、私は健康不安っていうのがですね、その、まあ、やはり放射線の健康への影響っていうことの中にですね、放射線の不安っていうのはやっぱ大きく存在すると思うので、この論点1のところにですね、まあ、私はその不安っていうのが入ってきてももちろんよろしいと思いますし、ですからそこちょっと今までのご発言というのはちょっとよくは理解できないので、もう一回ご説明お願いしたいと思います。もう今までもその放射線に起因する疾患ということはもう60年にわたって原爆でいろいろと議論されてきた、日本の中ではですね、議論されてきて、まあ、判例もいっぱいあるんですけども、まあ、ここでもう非常に広い範囲の問題ですので、放射線によるという言葉を本当にこの委員会でどう考えていくか、まあ、大きなといいますかの大事な問題だと思います。引き続いてのまだ続けて議論したいと思いますが、他にございませんでしょうか。本当にどうぞご自由に何でもご入りましたら、どうぞ。私の言いたいのはですね、まあ、放射線で健康への不安があるっていうことなので、やはりその、まあ、例えば今までのいろんな、例えば被爆者の方のいろんな調査、それからチェルノブイリの調査から今それを福島にこう照らし合わせたときにですね、今までの、まあ、ずっと議論してきた線量の把握だとかそういったことからは起こらないだろうといういろいろな結論がこう出てるっていう、そういうような意見がありますよね。しかしそういったことに対しての県民の不安っていうのがまだあるんです。私はそう思うんですよね。だからそれはこの論点1のところでですね、それは出てこないでおかしくないですかっていうふうには私は思ってるんですけども、いかがでしょうか。すいません、今の先生のご指摘は論点の1の中に健康不安の部分も入れた方がいいというご指摘でよろしいですかね。まあ、まとめ方をどうするかということだと思いますけれども、そうすると例えば、論点の3のところでも当然そういう話が出てくるで、まあ、そういうまとめ方も、まあ、あるかと思いますし、健康不安というのも別に分けてやった方が、まあ、とりあえずちょっと今回整理したのを分けてやってますけども、どういうまとめ方がいいかというだけの話だと思うんですが、今日のお二人のお話の中にあったようにですね、現在例えばその実際に疾病が出てきたりとかですね、そういったことの出てくるんじゃないかってすぐにですね、県民の方が不安を持ってるっていうよりは、やはりその日本であんまりなかったその事故によるですね、放射線の影響、健康への影響ってことについて大変深い不安があるっていうふうに捉えた方がよろしいと思うんですよね。そこにそれがですね、この論点1の中でもし僕は十分語られるべきだというふうに思うんですけれども、それはどうなんでしょうかね。今のご他のご委員の方でご意見があればどうぞ。その放射線によるということの議論は本当に日本でもう今まで何度も何度もやられてきまして、つい最近もまたそういう議論がありましたけども、なかなかそこを
議論するのは非常に今までの習慣と違うところを議論するので、本当にこの委員会でゆっくりと考えて、どこに 今すぐにこう論点の1の方に入れるというのは決められませんので、まあ、あのこの次までご意見がありましたらどうぞいただくということで、少なくとも無視してるんじゃないんですね。無視じゃない先生の、ここで本当に大事なことだから、どう考えていくかと、精神的な影響ですね。あ、どうぞ。あのさっき私言いかけたことともう一度繰り返します。あの論点1は放射線の健康への影響って、放射線との起因性が科学的にあのはっきりしていることでいいんだろうと思うんです。で、一方で今論点の4が健康不安についてっていうふうになってしまっているところを、少なくともまとめ方としては、事故による放射線以外の健康影響っていう形で、まずいろんな健康影響が実際に起きているという記述から始めないと、あのいかんのだろうと思うんですね。で、いきなり不安対策っていうふうに飛んでしまうんで、ちょっとあのまとまりが悪いんじゃないかと思ってます。ですからちょっとその辺 あの論点の整理の仕方をあの考えていただきたいと思います。あの賛成で、とにかくあの実際何が今起こってるかという事実を、例えば安倍先生なんかのお話からもですね、あの踏まえて、じゃあそれの中で起こっていることの中で、実際その直接の影響として見えるのは、でそうではないところっていうのは、あのこれ随分長い歴史がご存知のようにありまして、あの広島長崎の原爆に関して言えば、これはあのそれの中から占領と直接関係のある健康リスクというものをいかにあのきれいに取り出すかというのが、ずっとこれまで放射線影響研究所があのやってきたことであります。でも今回の事故はあの実際に起こっている影響をからまずスタートして、それで今の占領とかの関係以外に非常に広い広範な影響が実際あるということを見据えて、あの、まあ、どうまとめるかという議論以前に、あの多分一番いいまとめ方がどうかというのは、まあ、テクニカルな問題あると思いますけれど、あのそういうことで、実際の現場の影響、それはあの今日お聞きした大久保先生、それからあの川上先生のお話にも関係するわけですから、あの全体的にまとめていただければいいかなと思っています。いや、今日のこの議論はまた次の機会にずっと続けて、あ、どうぞ。私の言ってるのは、それ以外 その例えば論点4で言われているようなですね、健康不安への対応っていう、まあ、もしそれがですよ、例えば避難してそれで、まあ、違うところに住んでっていう、先ほどの安倍先生のお話のね、のようなことで不安があるとか、そういったことじゃなくてですね、放射線の健康への影響そのものに対しての不安があるんじゃないですかっていうことを言ってるわけです。でそれが例えば大久保先生が先ほどお母さん方にその実際にお話を聞いたっていう中のその話の中にもそういうものがあるわけですよ。ですから僕はこの、今はその疾病が顕著になっている部分はほとんど見えないかもしれないけれども、ただその中でも不安というものがあるんだという放射線に対してですよ、それは論点1の中で述べる必要があるんじゃないかということを言ってるわけです。一応先生のお話そのまま議事録にいただいて、この次のまとめの中に入れたいと思いますが、で今日また新しく出る議題に移りたいと思いますけれども、今までまあ福島県内の議論だったわけですが、今度はその論点3として今日初めてこの委員会で具体的に出てまいりますけれども、福島の近隣県における対応の方向性ということについてご議論いただきたいと思います。これはの近隣県、最初にだいぶそのアドバイザーの方からそれぞれの県のご発表をこの会でいただきまして、まとめたところもございますけれども、まあ具体的に近隣県全体をどうするかというのは今回初めて、かなり時間も準備してございますので、
この論点3についてぜひの忌憚のないご意見をいただきたいと思います。あ、どうぞ。この論点3取り上げていただいたことは本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。私はですね、やはり千葉県の北の方で、実際に診療やってますし、南の方でも診療やってるんですけどね、千葉県は、いくつかのホットスポットがあって、その時に実際に浄水場にその、汚染があったということでですね、その時に自治体のいくつかではですね、上流水がミルクを作るようにですね、作るためにですね、配られてるんですよね。実際そういうふうな現象があってですね、お母さん方は大変心配しております。で、実際にはその子どもたちのところに体に実際に何かあったわけではないんですけれども、先ほど言いましたようなですね、そこはかたないその育児上の不安の中にこのもう不安が加わりましたのでね、やはりその何回目かの会議で言いましたように、旧市の市長さんのところにですね、それぞれの市のお母さん方がやっぱり陳情して、やっぱ検査をしてくださいと、甲状腺の検査をしてくださいというふうな陳情が実際にあったことは事実です。でそれは不安を裏返しというふうに考えて私はいいんじゃないかと思うんですよね。私の診療のところにも実際に来ますし、でそれをその市長さんたちが、それは国で負担をしてもらいたいというような形で旧市長の要望という形に実際になっているんだと思うんですけれども、それは実際にはまだ実現はされておりませんけれども、そういう現象があったという中でですね、私はそういう不安を、一つその検査やればですね、解消、全て解消するということではないのは分かっておりますけれども、やっぱり要望があればですね、その要望に行って答えるだけの、その門戸は広げた方がいいというふうに思っておりまして、できればその希望するお母さんたちには検査をするということ、その検査もですね、いきなり超音波やらなくてもいいかもしれません。先生のところ行って、その不安の話を述べていただいて、今は大丈夫なのかどうかということも含めてですね、話を聞くとかですね、そういうことをやっていただくような、そういう体制を作ることも大事ではないかというふうに思っております。遠藤先生どうぞ。私の震災の当時群馬県に住んでおりました。で群馬県はもちろん放射線の影響といいますか、放射線の検出はもちろんされたんですけども、ただ群馬県にしましても福島県よりはやっぱりはるかに線量は少ないですね。したがって放射線の影響という考える場合には、僕はやっぱり近隣県は福島県より少ないと考えるべきだと思います。で甲状腺がんについては、僕は福島県で何らかのね影響の傾向が出てからやったところで対策が遅れるということはないと思います。でますのは非常にスローグローイングなゆっくり成長する疾患でございまして、だから検診が遅れたからこの患者さんの用具が悪くなるということは僕はないと。ございました。他にございます。どうぞ。はい、今日大久保という名前がいっぱい出てきましたけど、もう一人の大久保です。よろしくお願いします。遠藤先生おっしゃられたことと基本的に同じなんですが、ただ不安を抱えている方がやっぱりいらっしゃる以上、それは行政側としてその全員を対象、その全住民を対象とするんではなくて、個々不安を抱えている人に対してはですね、何らかの形でそういう検査をする期間を質の与えてあげて、かつそこには甲状腺と非常に難しい部分ですから、ちゃんとした専門の方を配置をして、この場所にいつ行けば検査できるという、こうある意味なんて言いますかね、行政側の積極的な検診ではなくてですね、希望者に対する限定的な検診というのはあってもいいかなと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。私もその地域ですとか初期の被曝の程度に応じて影響がどうこうということはまだ十分にその言えない状態であったとしても、一人一人 の住民の方にとっては自分のこととしての不安を持っていらっしゃることは確かなので、
その不安を解消する一つの手段としてですね、希望があれば検診の機会をきちんと提供するということは行政的にはやるべきことではないかというふうに思います。前にも検診の、メリットデメリットという話もあって、ここでも議論したと思うんですけれども、希望があったときに検診することが、それはその行政がどうこうとかですね、お金がどうだとか、そんな問題じゃなくて、本当にその方のことを考えたときに、検診をしてずっと続けていくことが本当にその方のためになるのかということを専門家として考えようということが一時もずっと議論しましたね。その引き続き のラインの議論になる。どうぞ。検診することによってですね、デメリット結構あるかと、ましてや発症頻度も極めて少ない疾患に対して全住民を対象とした検診に対してはおそらくデメリットが多い可能性がある。したがって今回希望する方もですね、そういうお話をした上でですね、もちろん誰がそのデメリットになって誰がメリットを受けることは分かりませんけれども、確実論的にですね、そういうお話をした上で納得した上で受診をしていただくのは問題ないんじゃないかと思う。ですからそういうことをちゃんと説明した上での受診だと、ちゃんとした専門医の下でしてあげるというこの2つの条件が検診を希望者に対して行う上でもですね、大切なことかと思います。他にございませんか。 JCO の経験は鈴木先生何かございますか。JCO は別にしてですね、私茨城、北茨城市とそれから牛久市で甲状腺の検査をやるっていう時に事前の説明員として呼ばれていきました。でまずエコー検査とはどういうものか、でそこで どのくらいの所見が頻度で所見が出てくるか、それから放射線のリスクとしてどのくらいが、専門家から見た時あるのか、そういうのを説明を受けた人以外はエコー検査を受けないでくださいっていうような、そんなシステムを作りました。もしやるんだったらそういうことで納得してから受けていかないと、後からですね、所見があったって言って後から説明するっていうのは非常に難しいことを引き起こす可能性があると私自身は思ってますので、もしぜひそういう体制を希望する方がいる場合、事前にそういう説明会っていうものをきっちり作るっていうのが一番重要なんだろうと思ってます。その上でもう一つ最近那須塩原市の方で NPO が中心になって100家族ほど甲状腺エコー検査しました。でそれの結果についてアンケート調査が私ではないですがされています。でそうしますと100家族のうちの、9家族は安心もしないしこれからもずっと検診を受けたいと、から9家族ですかね、これが今回来て安心したと、これからもう受けるつもりはないと、から残りの方が今回は安心したと、でも検診を続けて受けていきたい、要するに安心したと言ってる中に2つありましてね、本当の意味で健康リスクはあまり考える必要がないと納得された方っていうのは本当に一部で、で 90% 弱、89% の家族が今回がんではなかったから安心したけども、いつかがんが出るかもしれないから継続して受けたいっていう返事をしてるんですね。でそういうふうな、これは私の解釈なんですけど、そういうふうなことを考えると本当の意味でエコー検査に頼って不安対策をするっていうのは違うんじゃないかと、やっぱりもうちょっとこう住民と向き合っていろんな
話をしていくっていう方がむしろ重要なんじゃないかと私個人は思っております。今のアンケートの結果はですね、希望があれば何度でも受けていただくというそういうことを提供することで解消できない、できないでしょうか。つまりやっぱりゆっくり発育する可能性のあるがんなんですので、どこの、福島県民に限らずですね、希望があれば長期的に受けることが可能なようなそういうことを提供することによってそのマジョリティだとおっしゃる不安については一定のその解消につながるのではないでしょうか。それと事前に説明して納得した人だけが受けられるというのはこれはなかなか、厳しい注文でないかなというふうに思うんですね。私自身もいろんなところで経験しますけれども事前に例えば説明を受けていた銀行から説明を受けていたことでも実際に預金を変えてみると後からどうだったかなって心配になるなんてことはしょっちゅうあるわけで、検査についても実際にその検診の結果が来れば、前に聞いていたことを思い出しつつもやっぱりもう一回説明を聞きたいと思うことはそれは人情として理解できるのではないかと思います。そういうこうフォローアップを丁寧にしていくこともやっぱり検診を提供する上では欠かせない体制ではないかなというふうに思います。心配だから検査をするっていうのも非常に簡単にというかかっこいいわけっていうかその説明しやすいですけどもそれが本当に住民のためになるかっていうような視点のお話小林先生していただけるがん検診一般について言いますと不利益が利益を上回るために受けない方がいいと判断されているがん検診がいくつかあります。でその専門家の意見としてこの検診は受けない方がいいということも判断としてあり得るということを多くの方に知ってもらいたいですね。で、もちろん希望者の方に受けていただくというのが一番不安を解消するという意味ではいいのかもしれませんけれども、そのことで、ご本人が理解されない範囲でのその不利益というのが生じる可能性があるということは専門家としてきちんと説明をしないとただ単に希望者の方に受けていただくということはあまり責任のある行為とはちょっと思えないような気がします。どうぞ。もう何回もこのことについて言ってますけれども要するに今特殊な状況の中に置かれている方なわけですよ。私が言ってるのはですね福島の県民の方だったりそれから近くの近隣の方だったりそれから私が言いましたようにホットスポットの方だったり、そういう中での出てきている不安を持っている方たちに対してですねこれはその要するに利益不利益というのがですね、まず一つはその公衆衛生的に見たらそういうことはあるかもしれませんけれどもそもそもそのことを言い出すというのがですね私はだから検診ということについて私は前向きに考えるべきだというふうに思っておりますのでねだからそのことはおかしいんではないかと何回も言ってるわけであります。結局今日せっかくおいでいただきましたので精神的な影響ですね心配今のお話は要するに心配だという住民の方がいらっしゃるだから検査をしましょうということなんですがその検査をするということが精神的な不安を取るために有効なのかあるいはかえって影響がに悪い影響があるのか本当にその安心させたいためにどうすればいいかという真剣なお話なんですけれども皆さんみんなその真剣に住民のことのことを考えておっしゃって精神的な意味からどういかがでしょう。は
はい、今日ヒアリング来ただけのものにはちょっと重責すぎるような質問かと思いますが、私自身の、すみません、これはもう完全にこう研究というより私自身の信念にかなり近いところで、それはもう先に謝った上ですけど、健康希望者に健康診断を受けさせることっていうのはあり得るんだろうと思います、あり得るだろうと思いますというのは、つまりそれが健康不安を減らすか減るかではなくて、ニーズがあって予算があって、そしてみんなが出してもいいという結論を出せば、行政的には当然動くべきなことだと思います。ただ、これまでのを見てると、健康診断をするとそれで終わりになりがちです。これ健康診断って非常に思考停止になりやすいツールでありものなので、やはり私自身は優先順位は本当に福島の皆さんの QL を上げようと思ったら、やっぱり住民のが集まって話し合う場というものをまず優先順位を1番として、で2番として健康し希望者の健康診断を提案するのがバランスとしてはいいような感じがしています。まあ、全く素人のご意見で本当に恐縮です。大久保さんも何か一言やめときますかそうですね、ちょっとやめたい気分です検診ってどの検診もですけど、やっぱり事前の説明と事後の説明っていうのはやっぱり欠かせないと思いますので、何をやるにしてもやっぱりそのちゃんと理解できるような説明が事前事後両方必要なのかなっていうふうには、それはどの検診でも大切なのかなと思って仕事をしてきました今まで、はい、ありがとうございました。まあ、どうぞどなたでもご意見いただきますよ。どうぞ。これ福島県の近隣の、まあ、住民の方が、まあ、不安に思ってる、でそういう不満が非常に強いということであれば、それは何らかの対応はしなくちゃいけないと思うんですよね、まあ、行政としても何らかの住民のために対応する。じゃあその対応する方法が、まあ、検診的なものを含めてやるのか、あるいは、川上先生がおっしゃるように、まず情報の提供との理解と対話をしながらやっていくのか、まあ、その辺の問題だとは思うんですね。でもし検診とやる場合は、これは検診をやりっぱなしというわけにはいきませんので、当然その検診をやればそれに対するやっぱりサポート体制、その後どうするかというのを全て、制度化にも含めて全てやらなくちゃいけないという問題に発展すると思うんですね。ですからその辺のことも十分やっぱり考えながら、この近隣の住民の方が不安があるっていう状況であれば、それは何らかの対応はしなくちゃいけない。そこは皆さん多分対応しなくちゃいけないだろうというふうに、まあ全員委員の方が持ってるかどうかですと私は分かりませんけども、私自身はやっぱりそういう住民の方が不安であれば、それに何らかの改善をする方法を取ることは当然だろうと、そのやり方をどうするのかいう羽だと思うんですね。他にございませんか。あ、どうぞ。すみません、こだわって申し訳ないんですが、おそらく不安に思った他県でですよ、不安に思っている方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、おそらくそういう人たちは、冷静に考えて、検診やるかやらないかといったら、おそらくやる方がデメリットが大きいと思うんですね。だから基本的には全員を対象として行政側が強制的に首に紐をつけてくると、そういうこさせると、こういうのはやらなくていいと思います。ただ不安が、そういうことで不安になっている人に対して、それいろんな説明した上でそれでも受けたいという人に対して拒否をする必要は、これ全くないんじゃないかと思います。どうぞ首かしげてないで、どうぞご発言、どなたでも、もうこれはまだ本当に最初ですし、皆様の発言を事務局がまとめてくれますので、もうご自分の信念に従ってどうぞお話しください。医者じゃないのでその辺よくわからないですけど、今までの話を今日のお二人の先生の話を聞いてたら、その不安を抱いている希望者に対して、そのいきなり検診をやるというのではなくて、やはりその不安を取り除いてもらうようなきちんとした事前説明なり、そういういわゆるメンタルサポートというのをメインにまず
するという方がいいように私は今日の皆さんのお話を聞いてて思いました。どうもありがとうございました。他にどなたでも、ただなんとなくただ要求があるから検診するということだけではなくて、本当にその後まで考えてどうなるかということも本当に住民のことのことを考えて我々が専門家として何ができるかということだろうと思うんですね。体制作りもそんな中にあるし、精神的な問題の相談もあるし、だからなんか検査してしまうとそれだけで責任果たしたような気になってしまうけれども、それではとってもそんなもんじゃないんだっていうような気持ちがあるものですから、どうぞ。今日は大変その、ご意見私も勉強になりました。やはり前向きにですね、そういう不安があるってことについて前向きにこう捉えていくべきだっていうようなお話が あったと思います。私も実はもうすでにですね、甲状腺検査というふうなことで、そういう人々がいて、それで要求されてるっていうふうなことでですね、一つ盛り上がってるのはやはりニーズがあるっていうことだというふうに捉えてます。それから不安があるっていうことだと思います。ですからそれに対してですね、今この会議でそういうふうな取り上げていただいて、じゃあやはり前向きにそのどういうふうにしたらいいのかっていうことを、いきなり検査じゃなくてもその説明会でもということでやるということは非常に僕は進歩だというふうに思っておりますので、そういう方向で一つ方針を出していただいてですね、行政の方がこの地区は今まで10段階もお話しして、放射線量についてはこうで、リスクはこうで、またけども不安がある方についてはこういうふうに対応していきたいとかいうふうなことできちんと方針を出すのはよろしいんじゃないかというふうに思います。どうぞご自由に、まだもう少し時間ございますので、この間甲状腺の検査県外でやってるっていうのはみんなそれぞれの自治体が自分の予算である、あるいは NPO が援助を受けてやるっていうような感じでやってきてるんだと思います。で今日ここで国環境省としてそういう検診を補助するっていうようなことになると、これはかなり大きな違いがあるんだと思うんで、そこは十分理解した上で議論する必要があるんじゃないかと私は思ってます。それぞれの自治体に関してはそれぞれの大概選挙が関係してたんですが、住民の不安に応えるために政治家がこういう公約をしてそれを実行するという形でやられてきている場合が私の知る限りは大部分かと思ってます。でそれはそれとしていいんですが、今国として それを積極的に国のお金でやるっていうとまた全く違う政治的な意味合いを持ってしまうんではないかと思ってるんですね。それは先生のお考えだと思うんですよね。私たちはここで健康支援ということについてですね、話をしてきてですね、今日県外の方の健康支援というところもつながってきたわけですね。そこでこういうふうにするべきだ、やはり前向き、不安があるんだったら前向きに向かい合うべきだということを、これはやはり我々の結論として出せるんであればですね、それは国に要求した方がいいと思うんですよ。なぜならばこういう、非常に 3.11 という大きな災害の後の国策として進めてきた原子力発電所の事故であるからですよ。ですからこれはですね、そういう不安があって対応するということはこの会議で前向きにやりましょうということであればですね、それは国に僕は新たなこの地点でですね要求しても僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。鈴木です。先ほどからの議論で結局検診っていうもののデメリットとメリットをどう考えるかということで方針を出すわけです。で個々の人にとってちょっと言い方が違うな、今ここの場で
検診をやることがメリットの方が高いっていうふうに判断できるんだったら、そういうリコメンデーションになると思うんですが、今それに関しては今までの議論でですね、非常に頻度の低い甲状腺、小児甲状腺がんのスクリーニングを、まあ、積極的にやるというメリットよりはデメリットの方が多いというのがほとんどの先生の意見ではないかと思ってるんで、ちょっとそれは後でまた確認していただきたいと思います。で、その上で不安のある方に関して個人的に甲状腺検査を受けるというものに関しては、まあ、これは妨げるものではないんで、その場合どういう説明とかサポートが可能なのかっていうのはまた別の話になるんだろうと思うんです。で、ちょっと そこでそれをどういうふうな仕組みで考えていくのかっていうのはまたいろんな議論があるかと思います。私自身はそれを国としてやるのかどうかっていうのに関しては個人としては反対の立場です。まずこの委員会の、まあ、タスクですけども、結局放射線による疾患ということはもう非常にはっきりと放射線によると書いてありますので、まず最初は論点1で放射線の影響がどこまであるかということはやっぱりここで委員会として出すと。そうすると近県の人に関してもやはり放射線のどうですか、ちょっとまあそこまで来たんで、ちょっとの放射線の影響があるかないかというプライマリーのこのデューティーとしてははっきり言わなければいけないと思います。そしてその上でその精神的な影響をどうするか、これはもうこの委員会を超えたようなところですけれども、この委員会としてもそういう発言をするという方になるんではないかと、今まあ最後にまとめの時にもう一度我々に与えられたのタスクを相談しなきゃなんないと思いますけれども、どうぞ門松先生。健康管理の専門家でないんですけど、私は一個人としてまあ一般の市民としての感覚から言うと、今日大久保さんがお話しされたようにやはりそのきめ細かいそのテイルロードなアプローチっていうのがその専門家としてその被害を受けられた方に一番いい対処の方法だっていうことをまあおっしゃられてたわけですね。ただまあ行政がやることは そういう細かい全てをフォローすることはなかなかまあ難しいと思うんです。ただ僕は基本的にその県と県外っていうこういう仕切りは最初の頃に言いましたけれども、その少なくとも福島県は県民間健康管理調査っていうことですね、全県民を対象としたやり方を取ったわけですね。でそれを国がお金をサポートしてるわけですね。で鈴木先生はその県外を国のサポートがはあまりよろしくないというおっしゃり方をしましたけど、今この場はやはり国のサポートがどういうやり方でどういう程度ですることがいいのかという、まあ、議論をしているので、まあ、僕は国のサポートの話をしていると、まあ、前提としてですね、まあ、そう思うわけです。で今日事務局が配ってくださったこの参考資料にこういう被爆線量の、まあ、長澤先生言いましたように科学的にその線量ベースで何かをものを言おうとした時にですね、そのアンスケアはあくまでもそのある地域の平均線量だけを言っているわけですし、でそういう中にその幅があるということも言っているわけです。で福島県よりも県内よりも高い地域だってあるわけですね。基本的に福島県も低いところもたくさんあるわけですね。西の方はかなり低いわけですけれど、ですからその、まあ、行政として最初のアプローチとして県と県以外っていうそういう仕切りを取って何かをするってことは、まあ、致し方ないことだと思うんですけれども、そのやはり県外を一括りにするんではなくて、そういう中でそのホットスポットがあったりそういうところで心配されている方がそういう領域があるわけですから、
それにどういうふうにそのオーダーメイドというかテールロードなやり方を考えていくのかってことが、まあ、あのこの場に求められていることじゃないかというふうに思います。の、まあ、この委員会のタスクですけども、行政がどうするこうするっていうのは我々専門家会議としてそんなに大きな議論ではない、ね、行政に対して専門家会議としてこう考えるということをここでまとめるのが我々の仕事であって、その行政はそれはまた行政として考えてもらう、我々は専門家としての意見を出すということなんで、ちょっとそこのところですね。ですから出すとしたら、例えばホットスポットがあって、ホットスポットのこれぐらいのところはうんぬんというのが、まあこの専門家会議の話になるんではないかと思うんですが、どうぞ。あの今先生おっしゃったような、その何か数値でこのレベルだったらあの何かをするとかしないとかっていうような、あのそういう線量レベルをここでそのはっきり評価、いろんな評価が出てる中でですね、本当に言えるのかどうなのかっていうのは僕はまず疑問に思います。それからそういうさっき公衆衛生的なそのメリットデメリットの話ありましたけど、いろんなそういうコストベネフィットっていうかリスクベネフィット的なアプローチの中にはそのいろんな要因があるわけで、個人個人によってそれを受けることによる不安の解消っていうのもあるわけじゃないですか。で、どれだけの要因を全て網羅して考えているか、いるのかによって全く違ってくる側面っていうのがあると思うんですよね。だから何かこうすごいスパッとしたクライテリアではとてもその切れないっていう、まあ、印象を持つんです。まあ、どうぞご意見どうぞ。まあ、甲状腺の話ですけども、まあ甲状腺の検査をその30万人の方々に我々やったわけですから、その結果をですねきちんと、まあ、見る必要があると。でその A2 と判断される方が、まあ、約5割ぐらい出てくるということと、それから30万人の方に検診を行えば約100人の方々が甲状腺がんと診断されると、こういうことが、まあ、事実として、まあ、確認されているわけですから、今後小児甲状腺超音波検査をする際にはですね、この結果がおそらくその再現されるということをですねきちんと認識した方がいいと思います。で、まあ、もちろんその福島で起こっていることがですね放射線の影響ということが可能性としてはあるので、そのままが起こるかどうかはちょっとわからないところはありますけども、ただまあそういうデータが我々は持っているわけですから、おそらく同じ事象が起こってですね、そのことを本当に受け入れるのかどうかということを冷静に判断した方がいいということを強く思います。この専門家会議のタイトルなんですけれども、これは原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方なんですね。決してその放射線被曝による健康管理の健康影響による健康管理の在り方を論じるだけの専門家会議ではないわけです。でもちろんその検討内容の大きな柱として、これまでも論じてきましたように被曝線量の把握をして、それを評価して、それに基づいて健康影響を、まあ、予測するということも含まれましたけれども、本来のその全体をカバーする大きな目的は事故に伴う健康管理の在り方をもっと広く考えなければいけないわけです。その中には、例えばその甲状腺がんもあるかもしれませんし、けれどもメンタルの影響というのは、これは決して放射線だけの不安に対してそれを起因として不安が生じるわけではなくて、事故に伴って生活が大きく変わった、避難しなければいけない、あるいは職を失ったことによってそれが原因として不安、精神的な症状を起こしている方も多いわけです。
それからこの専門家会議でこれまであまり扱ってこなかったことに生活習慣病もあります。そういうことをトータルで考えたときに、では、これから その健康管理はどうしたらいいかということに結びつく議論をしていかなければいけないというふうに思います。でその意味では検診の在り方は、先ほどから座長がおまとめになっているようにですね、不安だから検診すればいいなんていうことを言っている委員は誰もいないと思います。あくまでも一つの健康管理の方策あるいは不安解消の方策のであって、きちんとその事前と事後のフォローが必要で、説明も、事前にも事後にも行うことがもちろん大前提となっての、一つの方策として申し上げているだけなので、もう少しその丁寧なおまとめをいただきたいというのは座長に対するお願いです。それから、今後のその論点の整理にあたっても、決してその今の論点1であるように放射線による直接の、健康影響と、それから、論点の4にある、不安ですね、すいません、ちょっと論点のようなところ、論点のような健康不安についてですね、これを切り分けるのではなくて、健康影響というものをもっとトータルに捉えていただいたら、捉えてこの論点を整理してはいかがでしょうというのは、もう一つ事務局に対するお願いです。私自身も全くそのつもりでの座長をしてきたんですつもりなんですけれども、もう一度まとめの点でね、読み直していくと、我々の与えられている13条の範囲がもうまず最初に放射線によるということが一番最初に書いてあるんですね。それからその国民の理解とか、今我々がお話ししてきたようなの国民の理解というようなことで不安を感じている人たちにどうするかということは4条にまとめてありまして、の、まあ、極端に言えば我々はそこまで、この検討会は13条をどうするかという検討会であるということで、そこの切り分けをある程度考えた上で中間取りまとめに行かないと、の他のところまでの入っちゃうのか、あるいは我々が依頼された範囲でこの中間報告をやるのか、13条のところで放射線によるというのが最初に書いてありますので、そこはやっぱり頭に入れて議論しなければいけないかなと思って、まあ、さっきから少し何回かお話ししているところで、僕は全然別の項目としてこの支援法案の中に入ってるんですね。時間になりまして、時間切れで終わるのもあれですけれども、まだこの次は主に議論を続けていきたいと思いますので、今までの議論はまた事務局の方での議事録を見ながら整理していただくということで終わりたいと思いますが、それから今日は清水先生がお休みなもんですから、甲状腺がんの議論はまたそれをお伝えすると、この議論はですねのということで、またご意見もいただきたいと思っております。で、あとここで事務局から何かございますか。すいません、今日いろいろご意見いただいたことにつきましては、資料2の方をですね、整理をして、次回は文書にしてですね、中間取りまとめといいますか、議論でできるたたき台そしてですね、お示ししたいと思っています。で本日清水委員がご欠席でありますので、本日の甲状腺の検査についてのですね、意見、こういったものもお伝えして、
清水先生のご意見も伺ってきて反映させるようにちょっとしたいと思っています。またですね、これまでの議事録からご発言いただいたことをですね、今回列挙させていただいておりますけれども、まあ文書にまとめる際にはこの言い方とかそういったものでですね、その都度ちょっとご紹介をさせていただくとか、そういうふうなこともあろうかと思いますので、その説はよろしくお願いしたいと思っています。以上です。それではもう本日の議論はこれで終わりでよろしいですか。最後に特に事務局から何かということも、では最後に事務連絡でございます。次回の第12回目の専門家会議の開催につきましては10月20日月曜日を予定しております。会場につきましては三田教養会議所大会議室で開催する予定としております。また本日の議事概要及び議事録につきましても後日公開とさせていただきます。先生方には事務局からお送りいたしますので後日ご確認をお願いいたします。事務局からは以上です。ありがとうございました。本当に今日はお二人先生にご意見いただきましてありがとうございました。それでは本日の議会の閉鎖会といたします。どうもありがとうございました。